以前この番組で異常犯罪者に出す心理ゲームってありませんでした？なんかあったね。覚えてます？うん、なんか3人家族がいて、お父さんお母さん男の子でした。でそのお父さんが亡くなってしまって、はい、お葬式を開いた、はい、するとそのお葬式業者の方にお母さんが一目惚れをしてしまって、はい、翌日お母さんがなぜかその子供のことを殺してしまった。なぜでしょうっていうね、ありましたよね。ちょっとね、聞きましょうかね、伊藤君。お前ちょっと関係あるドラマやってるし。思いますね。必要ない、あ、邪魔だからっていう。M さん、まあ同じですかね、やっぱ邪魔だから、うん、これはで大体の方がこう答えるっていう中、異常犯罪者の方ね、多分これダメですけども、なんていうのは違う答えをしたっていう。その答えっていうのが、子供を殺せばまたお葬式が開けて、その一目惚れをした彼に会えると思ったから。その一目惚れした人がまた来てくれるから。これはそういうことですか。全くそんな発想なかったわ、普通考えてないんですよ、はい、異常犯罪者しか。ただ前回全く同じ答えをした方がこのスタジオに一人だけいたという。あれ誰だっけ、覚えてません？誰ジュニアさん。謎なぞ的なことでしょ。ジュニア、ゲックに帰ってください。そっちは嬉しいか。音が目になれよ。っていうのが、まあ、ありまして、ね、今割と巷で有名だったりもしますよね、はいはい、でそんな、異常犯罪者が、出た時に出す心理ゲームの最新版を入手しまして、出すでしょうか今日。答えましょう、はい。皆さんですね、今自宅のマンションの10階の部屋にいます、はい、外の方でギャーッ悲鳴が聞こえました、うん、えと思ってベランダに出ると、下の方で犯人が人を殺してました。うわ見ちゃった思った瞬間、犯人がギロッって振り向いて見上げて、自分目が合ってしまったんですね。でその時犯人が下からこのようにですね、指と口をねこう動かしてますけどもね、こうやって、これは一体、何をしてるでしょうか。なんか思いつきましたか。なるほど、じゃあ順番にね、はい、伺っていきましょうか。かっちゃんはもう普通にこのことは人に言うなよですよね、脅しですよね。伊藤君、まあ言ったらお前も殺すぞみたいな感じですかね。さあ山本さん、今のは嘘だぞとか。いやいや、思いっきり倒れてるでしょ。あ、ジュニア君、さあ、犯罪、ジュニア君、誰が犯罪だよ。さあ、ヨッピー。いや、その別に考えなくていいから、何を言ったかっていうの。直感やん、直感で。なんすかね、でもまあ、10回ってそんな聞こえないですよ。俺浮かんだんは今から殺しに行くからなっていう。そうそう、ね、だから、あ、10回ねって、ベジリーさん、あ、10回ね、今から行くから。何？さあ答えよ、答えよ、どうぞ。異常犯罪者はその部屋が何回か数えていた。まあまあ、そのヨッピーが言うから。今一回もなんて言ってましたとは言ってないんですよ。口と指を動かして、これ何ですかって言ってるんですよ。で皆さんは殺しに行くとか言ってるじゃないですか。すごい、そう、殺しに行くとか、ね、え、見たなとか言うなよとか。異常犯罪者は殺しに行くことはもう当たり前なんです。もうどうやって殺すかという計画に入ってるんですよ。やー、言うてるわけじゃなくて自分の中で三段を立ててるわけ。お二人ドン引きですよ。ドン引き。これ今ネットの方で非常に話題になってまして、本当にねびっくりすることが起こってるんですよ。まあドラクエっていうとね、皆さんご存知、ドラゴンクエスト、もう最も有名なロールプレイングゲームとして有名ですけども、今ドラクエ10まで出てるんですかね。もともと1っていうのが1986年、今から27年前にまあ1が出て、そっからもう今もう大人気シリーズじゃないですか、大ヒットして。昔セーブっていう機能なかったんですよ、セーブ、
今ロールプレイングゲームって途中中断したときに、うん、セーブすると、ね、次そこからまたね、はいはい、いけるんですけど、昔なかったんで、そうなんです、昔何かっていうと途中で中断するとパスワードが出てくるんですよ、20文字の、でそれがもう本当にもう何の脈絡もないただのこうね、あの20文字もなんかただのひらがながバーってくるんで、うん、それ必死にメモっといて、うん、次それを入れるとそこからできるっていう、この何の脈絡もないこのひらがな20文字が意味を持った文章になることが偶然あったんですね、はい、でそれを打つとまあ再開できるんですけども、でその文章を見てつとドラクエの発売以降の未来を驚くほど的確に予言していることが多かった、スポーツ界だと、まあ、いろいろあるんですけども、まずこんなことを予言してたんですね。これですね、復活の呪文を入れてください。キムヨナは氷の上を美しく舞う、1986年の作品なので、キムヨナ生まれてさえいないんですよ。作ったんちゃう今の技術で。いや、それも絶対無理なんです。あ、そうなん。その時にだからもうこういうパスワードが存在してって、たまたまこれが読み込まれてると再開されるっていう。すげー、これ何年前の、何年前、27年前です。マジか。おとばさんの番でマジか。でマジか、こういうものもあったんです。浅田真央、氷の上を美しく踊る、今からもうね生まれてもないことなのになぜかこういうことが、なんで、これってじゃあ俺持っててやったら学校から出るんですか。今、はい、もうドラクエ持ってる方はこれ入れたら再開できます。ちなみに面白いのは、今のキモヨナのやつと浅田真央のやつ入れるとどちらも同じ装備で始まるんですけど、キムヨナの方が若干レベルが上なんですよ。まあ、前回バンクーバーね、キムヨナこう金取りましたけどもね。あ、レベルね。うまい。少ないこれ。レベル28。怖、はい。25。これ後で設定したわけじゃない。じゃないんです。もう本当偶然なんですけど、びっくりしたのが、今年2013年の芸能界のことをことごとく予言してたんです。ちょっと。なんで？指原優子、北渡辺、柏木、真理子。順番全部飛んじゃうんですよ。すごい。嘘や、インチキや、こんなん嘘や。信じれない。マトマさん、マトマさんどうですか。どうですか、マトマさん。いや、島田マジか。マジなんですよ。マジなんですよ。あと、まあ、今年の芸能界でいうと、うん、大ヒットドラマありましたよね。うん、そのことも予言してます。こちらご覧ください。やられたらやり返す、倍返しだが勝ちよ。TBS のすごい、倍返しときてよ。あのフレーズお願いします。倍返しや。喋らすの。今もしね持ってらっしゃる方は自分で勝手にね文章を作ってみて、それがもし成立して再開された場合は、その文章に書かれている予言が実際に起こってしまう可能性はあるってことですね。信じるか信じないかはあなた次第です。川島君とかすごいやるやろ、ドラクエももちろん。そうです、だからあの、はい、これは絶対あの本当に再開できてしまってるんで、これは絶対再開できるんですよ。だからほんまなんですよ、うん、あの島さん全く嘘ついてないですよ。ええー、再開されますんで。あの世の中にはですね、あの奇妙な一致だとか偶然とかっていうのは数々あると思うんですよ。はいはい。中にはですね、未来の出来事をその小説とか漫画とかで予言してしまうというパターンのこともあるんです、うん、例えばですね、はい、皆さんご存知のタイタニック号の沈没事故あります、はい、あれから14年前にですね、イギリスのある小説家の方がタイタン号という船が、大型客船が氷山にぶつかって沈没するという話を出版してるんです。すごい。その作品の中にはいろいろ共通点がありまして、例えばあの事故の起こり方、真夜中に氷山にぶつかるとか、はい、初めての航海だったとか、はいはいはい、イギリスからニューヨークへ行くという航海のコースもぴったりと一致しているんです。すごいよ。他にもですね、あとあの1996年ですね、アメリカの小説家のトム・クランシーという人がですね、合衆国崩壊という作品を書いたんですけども、はい、
あるテロリストが民間航空機をハイジャックしまして政府の建物に自爆テロをするという内容のものがあるんですよ。だから 9.11 事件にすごく似ている、はい、暗示しているようなはい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 、これでも読んでる可能性もあるね、参考にしたってことも、うん、そうなんですよ。この作品を見てヒントにして事件を起こしたんじゃないかとか、はい、まあいろいろ考えたりもするんですけども、こう今まで紹介したものをはるかに超える、ね、予言をした人がいまして、何それが誰かと言いますと、あの漫画の神様の手塚治虫先生なんですよ、はい。手塚先生のですね代表作の一つにブラックジャックという、はい、はいはい、知ってる知ってる、でこれ17巻ですね、うん、これあの1979年、昭和54年に出されたものなんですけれども、うん、この中であるシーンである夫婦がですね会話をしてるんですけども、旦那さんが突然おい地震だと言ってグラ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 ってこう地響きがね、うん、上がる、はいはい、このシーンがあるんですけども、うん、ここにあの見てもらうとですね、6月14日午前8時頃東北一帯にマグニチュード 7.5 の地震発生とあるんです、うん、で今から2年前の2008年にですね東北を襲いました岩手宮城内陸地震というのがあるんです、はい、それがですね6月14日午前8時頃東北一帯にマグニチュード 7.2 の地震なんです。すごい、全部これはもう新聞あるんですけど、ほんまやバッチリその日時と、まあ日にしと時間をですね、大きさとね当てるという、ありまして、他にもですね、手塚先生は富士山の大噴火とか、はい、あとロボットが人間を支配するとか、そういう内容のものが書かれてるんですけども、それらも未来に起こる出来事なのかもしれないと、信じるか信じないかはあなた次第です。あれですよね、先ほどねあのロボットが人間を支配するって、はい、携帯電話だってどっかロボットじゃないです か、はい、だかこのちっちゃいものにもう 今人間の方が支配されてます、支配されてますよね、はい、例えばどこ行ったらもう全部分かっちゃうでしょ、うん、当たってんのかも分かんないですね、当たってますよ。すごい話だったんですけど、はい、なんか根拠がないんですけど集中できないんですよ。そうなんですね。春日がね、うまく喋りすぎたんで。そうですね。春日が何かをちゃんとやるとこうなるんです。うん、マインドコントロールっていう言葉皆さんねもご存知だと思うんですけども、うん、ちょっと誤解されてる方多いんですけども、マインドコントロールというのは強制的に洗脳するということではないんですね。人間が誰しも持ってる心理につけ込んで、あたかも自分本人に選ばせるかのように誘導していくテクニックはマインドコントロールなんです。福岡である事件が起きまして、これはあの日本の犯罪史上でもう一番最も凶悪だと言われる事件があるんですね。2002年に発覚しました北九州一家監禁殺人事件というのがあるんですけど、今日はあの概要だけちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。まず主犯がですねこの松永という男です。そしてこの松永という男がこちら尾形という女がいるんですけども、尾形という女の一家の中に入りまして、最終的にはこの一家全員殺してしまいます。殺すのもポイントがあって、この松永という男は自分で一人も手を汚さぬまま殺し合いをさせるんです。じゃあこれどういう風な経緯でやってきたか、まずこの松永という男はですね、妻子がもともといるんですね。妻子がいるんですけども、この尾形という女と不倫関係を作ります。尾形は名家の娘なんです。土地があったりとかする金持ちの娘で、それを分かってこの尾形に松永は近づきます。で近づいて尾形の親にですね、妻子とは離婚してこの尾形家の婿養子に入りますと、だから置いてくださいということで尾形家の中に入っていくんです、うん、ところが尾形家の中に入った後に、うん、尾形のお母さんですよね、はい、このお母さんからろくでもない男だということがバレて、うん、お母さんは松永に娘と別れてくれと説得し始めます、はい、その時に松永がまず何をやったかというと、はい、半ば強引にこの母親と肉体関係を結ぶ、はい、
で肉体関係を結んだことによってお母さん弱みは握りますよね、はい、松永はこのお母さんに肉体関係結んだこと親父に言うぞと、ということをやり出すんです。そしてどん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 口封じをしていきます。そして次に起こったのはこの松永の知人男性というのがいるんです、はい、この知人男性を松永は殺します。殺すんですけどもこの尾形を使って協力させて殺します。ほう。殺した後に松永は何て言うかというと尾形家にお前の娘は人を殺したぞと、俺はお前の娘の肩を担いだだけだと。ところがこの尾形家というのはもう名家ですし世間体をものすごく昔から気にする家なんで、そういう犯罪者を出してはいけないということでどんどん松永の言いなりになっていくんです。そこでさあ次松永は何をやるか。目的はこの尾形家が持っている土地や財産、これをもらうことが松永の目的ですよね。で松永は通電リンチというのを行います。電気でリンチをしだすんです。そして食事も尾形家には1人1日パン1枚と、それに反抗するようなのであれば通電リンチを与えて自分の言いなりにしていき財産を自分のものにしていくんです。結局松永と尾形以外は全員殺し合いをさせてマインドコントロールに乗って追い詰めて全員殺しちゃうんです。で結局どうやってこの事件発覚したかと言いますと、この殺した知人の娘いますよね、はいはいはい、こいつが松永の元を逃げて脱出するんです、はい、そこで警察に訴えてこの事件が全て明るみになる、うん、この子だけは一緒に住んでなかったの。いや一緒に住んでたんですけど隙見て逃げた。逃げた。でこれがですね海外でも犯罪学の研究にこの事件がマインドコントロールがこれほど恐ろしいんですよということで使われてる事件の資料として、はい、でこの後裁判になりますけども、はい、裁判になった時に、裁判官がですね、はい、この松永のマインドコントロールのテクニックがあまりにもすごいんで、はい、松永の弁護士を普通は2人で接見させてね話し合ったりしますけど、はいはいはい、それを禁じるという、弁護士がマインドコントロールにかかる可能性があるからです。このマインドコントロールの恐怖、信じるか信じないかはあなた次第です。いやなんか物腰すごい柔らかくて喋りめちゃくちゃうまいですよ。で中学1年生で中学全体の3年生ばっかりで出る弁論大会で優勝したりするんですよ。もうねほんまに芸人になってたらめちゃめちゃ売れてたんちゃうかっていう、こんな凄惨な裁判ですよ。裁判中ね傍聴席ドバーン受けるんです。何を言うてこの、いやその時どうやったん、いやこうしてこうして向こうがこう言うたから俺公開したんや、ドーンって受けるんですって。でいまだに、まあ、刑務所入ってますけど、はい、もうほんまのペテン師ですから、はい、独居房入ってる、そこにこう、はい、犯罪者の人が通る、受刑者が通る、おはようございます、おはようございますって挨拶するんですよ。いまだに行く、あ最後まで認めなかったのよね。認めてないですし、俺はそんな人間じゃないってもうほんまになりきってるんです。うわ怖っ。松永と知人はもうずっと朝まで飲むんですって。おでも知人はもう「すごいっすねすごいっすね」言って毎晩飲むんですって。それもめちゃくちゃ気持ちいいから「今日も飲もう今日も飲もう」って飲んで「すごいっすねすごいっすね」言ってたらだんだん「いやそうは言うけど俺もこんなとこあったりなこんなとこあったりな」って呼んでよく言い出して、それ全部覚えててある日「おい!」って言うんです。高橋お前ミスター動物でございますから、うん、私が動物ミスター動物です。ミスター動物の話ミスター動物の話ちょっとわけわかんなくなっちゃいました。続いてハイエナってめちゃくちゃイメージあるでしょ、はい、俺本当に頭にきてるわけですよ。あんなに可愛らしい動物俺いないなと思って。ハイエナ、ハイエナです。なんかこうライオンさんとかの餌を横から奪ってみたいなイメージでしょ。あ違うんです本当は。実はハイエナが取ったやつをライオンが取ってて、ライオン怖いからちょっと横で見てるみたいな。でライオンがいなくなってから死肉とかを食べてるんですよ、はい、でその姿を見たらその現地の人が「あいつなんかすげえやだわ」みたいな、だからなんかこうあさってるやつ見たら「ハイエナみたいな野郎だ」って言われちゃってるだけで本当は自分で狩りしてる。でしかもこれすごく面白い社会で、ハイエナの社会、これね、ハイエナっていうのはサバンナじゃ珍しいメス社会。多分それメガネどう巻いてるかもういらんと思う。
通ねハーレムって男がいて男の周りにもなかるわけですよ、はいはい、でもハイエナってのは特別で女の人が一番で子供とかお年寄りがいてお父さんだよみたいな順番なんですよ。へでねそういう進化をしてるからこれもう本当に不思議なんですけども、はい、その男性押すと押すと何がおもろいの。いやこれびっくり、いやびっくりびっくりです。オスとメスの性器が一緒の形してるんですね。えっ、どういうことだって。いや見たら分かる、だ見た目じゃ分かんないです。オスかメスか。じゃあメスもオスっぽいってこと。おちんちん入っちゃってるんですね、野生ではこんな風にリボンもついてないわけ。いや、でもおちんちんだけついちゃってるんですよ、はい、これ人間社会で考えたらとんでもないですよね、まあ、オスとメスの決定的な違いは何なの。メスの方がおちんちんでっかいんですよ。いやだからびっくりしますよね。立派だねメスみたいな感じ。いやそれでわかるってこと。立派だねメス。そのおちんちんはフェイクなわけ。メスの場合フェイクなんですよ。ビジペニスって言われてて、これ学術的にあるで、それこそ変なオスがこうエッチしようとしてきたら、はい、そのペースでこうカーンっつって追い払うんですよ。別に足とかでもいいのにバーンっつって。いや本当にそんな進化の仕方あります。大きいから向こうの方が、はい、インサートしてくる、ここにインサートしてくるわけですよ、はい、それをクッて持ち上げてパーンって弾くわけですよ。何でしょう、アメリカンクラッカーみたいになっちゃう。本当にもったいでね、これでもすごいのがやっぱりハイエナって弱い動物だから強く子供をね産まなきゃいけないんですよ、はいはい、ライオンとかに体も小さいし、だから産道もすごい長いんですよ、うん、だから生まれてくる途中でほとんどが死んじゃうんですよ、第一子って。だからお腹の中に超気合入ってますよね子供も、はい、いやもうほんと出るからには命がけみたいな、出る前に死んじゃうかもしれないってすごい気合が入って生まれてきた子はすごく強いから生き残れるんですよ。そういう社会がちゃんと成り立ってるっていうね。途中で死ぬような子供が多いわけや。そう、それだったら私いらないよ、途中で死んじゃうんだったら私いらないよって言うんですよ。誰が言う。いやそのハイエナです。子供は子供で言うわけですよ。気持ち入れすぎすごくないですか。なんかいろんな役割が分かんない。いやもっと強く産む方法ありそうじゃないですか。なんか大きく育てるとか自分が大きくなりゃいいんだけど、産道長くしてギリで産むっていうその感じ、そこの感じすごいなって思うの。今一番熱いのはハイエナやと。長くなっちゃってすいません。あ、私です。あ、大丈夫ですか。はい、これはちょっともうあの背筋も凍るような話なんですけど、皆さん、本当に地名というものには、まあ、意味がないわけがなく、はい、しかしその意味の中にはもしかしたらちょっと、まあ、身の毛もよだつような意味が込められていることも多々あると、うん、はい、なるほど。例えばこのやりすぎのレギュラーである方で言えば、はい、東野幸治さんと、はい、愛しの大橋アナウンサーがですね、はい、出身地兵庫県です、ね、兵庫県、同じ兵庫県、この兵庫県にはですね、はい、須磨というね、はい、場所があるんですけど、須磨はその摂津とですね播磨の方、うん、隔てる関所があった場所。へえ。その関所隔てるために何をしたかというと、はい、大規模な兵器庫設置していたんですよ。はい、はい、まあもうパッと見たら皆さん分かるようにこう略して兵庫、うん、まあ、こういう意味も込められてるんです。今日どないした、どないした、今日真面目にやります、うん、今日真面目。いつ五反田とかそうやって出てくるの。勘弁してください。本当に僕は都市伝説研究家なんですよ。ごめんなさい。そしてまあ、日本の経済の中心を司るというわけは、はい、兜町、はいはい、あそこはですね昔に平将門、はい、平将門を藤原家が討ち取ってですね、その討ち取った、平将門の首を兜ごと埋めてしまったと、そういうことがあって兜町というね。あ、なるほど。歴史的な事実とかそういうことも含めて地名になっていく。そうなんですよ。つまり地名にはいろんな意味があって、はい、その中にはちょっと血生臭い意味も込められてるというね、はい、場所がいろいろあるんですけど、まあ、僕も都市伝説研究家といたしまして、はい、まあ、いろんな土地土地を巡ってるんですよね、はい、である場所にたどり着いた時に、あ、この辺り一帯には都市伝説の匂いがするなと強く感じました、はいはい、なぜかすごく気になる、まあ、駅からほど近い場所にある雑居ビルがあったんです、はいはい、でその雑居ビルの一室のですね、チャイムを押してくださいというメッセージを見まして、チャイムを押してください、はいはい、チャイムを押したらですね、はい、まあ、中から初老の男性が出てきてですね、
1枚の紙切れを僕に手渡して、はいはい、何や、何て書いてんの。書いてるのは大したことない、本当に番号書いてるだけなんですけど、番号、はい、この紙を持って、はい、このビルの横にあるホテルにバッといてくれ。おかしいおかしいよ、これは。ちんぷんかんぷんの話よね。ちんぷんかんぷんで、まあ僕も、まあ、部屋でとりあえず待っと、これ待ってていいんかなって、危険があるんじゃないかなと思いつつも、タバコちょっと食い出してたんですよね、はい。すると突然その部屋の扉が開いて、まあ、年の頃ならまあ40後半ですかね。50前や。はい、50前のあのモスグリーンの服を着た女性が入ってきて。女性？はい、うん、初めてかと私通ってくるわけです、うん、いきなり。はい、でもまあ都市伝説研究家としてちょっと初めてっていうのは言いづらかったんで、はい、いや4回目ぐらいですっていうことを言っといたんですけども、突然ですよ、まあ、僕がちょっと油断したのが悪かったんですけども、モスグリどうしたんや、はい、瞬く間に僕の衣服を剥ぎ取ってですねまあ僕の足の谷間ですかね、両足の谷の部分にまあ食らいついてきてですね、モスグリが、はい、ものすごいスピードでペペ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 ペと吸い込んだわけです。モスグリーンが、モスグリーンが吸い込んで、つけねえよ、つけねえよ、谷間を吸い取ったんですよ。あまりのショックに僕その場で気を失ってしまって、はいはいはい、もう目が覚めた時にはまあ財布からお金も多少消えているんで、踏みつけしちゃう、はい、これ一体どういうことなんだ、風俗や。だってください、この町は一体どこなんだと、ああ最寄りの駅行ってみたらウグイス谷って書いてあったんですね。なるほど、ウグイスの化身が谷間をピピピと吸い取る。この場所にはこういう意味が込められていたのかと。信じるか信じないかは使うな、使うな、使うな。君ほんまもう老化の話ですよね。前半と後半全く別人みたいな。私がですね、実は鳩山邦夫さんの秘書をやる前に NHK にいたんですが、はいはい、まあ、記者の研修があるんですね、はい、ティーチャーという形で、いわゆる先生がつくわけです、はい、まあ、その先輩記者、はい、中堅どころの方がですね、いろいろ教えてくれると、将来的にはどういうところやりたいんだとか、例えば政治部行きたいとか経済部行きたいとか、そういう相談も乗ってくるんですね、はい、まあ、地方に行くときにどこの支局を選ぶかっていうのは非常に重要な記者のスタートなんですが、先輩の方は東京とか大阪を希望するなというわけです。で、普通 NHK の記者になったらやはり東京大阪のいわゆるスター記者、うん、はい、まあ、メインストリームに行きたいというのが人情なんですが、通信部を希望しろと。つまり通信部というのは地方のさらに地方にあって、はい、基本的に一人なんですね、はい、で一人というのは記者一人ではなくて全体で一人、はい、つまり、もう映像もカメラも音声も場合によっては営業、ここにもひっくるめて一人で支局をやるんですが、まあ、記者層としてはちょっと、完全に左遷ルートなんですね。でそれをあえてやれというのはなぜかというと、そういうことをやればいろんな仕事を覚えると、で短い目で見ればそれ NHK の記者としてはマイナスかもしれないけど、長い目で見た場合、君がジャーナリストを目指すんだったらそれは絶対に糧となり血となり肉となると。でその後先輩の方は地道に行く現場の取材を希望することによって結果として左遷されるんですね。子供を中心としたニュースに飛ばされると、非常に、有名というか、はい、ジャーナリストの鏡としてなっている池上彰さんが、先輩だった、わけなんですが、本当に現場の取材の時間を大事にしはるんですよね。そうなんですよ。当時も1年に1回ぐらいですかね、長期の休みを取って自腹を切っていろんな海外のいわゆる戦場とかに行くんですね。本当に渡辺さんみたいな感じで現場に行くと、はい、でその現場にやはり裏打ちされた感覚、それに基づいてやはりスタジオでですね、いろいろ喋ってると説得力もあるし、決してそのスタジオだけでいろいろ言ってる、他の、コメンテーターとか政治評論家の方とは違うと。そうですね、意外と見た目よりいい人なんですね。誰も一言も言うてない。なんで上杉さん最後に一回刀にグッと刺すんですか。ただ池上さんの手相も見てもらいました、はい、これ本人いい日のに勝手にどういうことなの。見てください、これこれちょっとこれせっかくのプレゼン中でしょ。それ手相を見てもらうために撮影したやつちゃうでしょ。柴田君見てくださいって、これ違う違う違う、テレ朝のプレゼン中やろそれ。違う違う違う、久々にやりすぎ仕事しましたね。皆さん意外だと思うかもしれない線がちょっと発見できたんですね。何ですか。環状線ありまして生命線があるんですけども、
頭脳線がめちゃめちゃ短いんですよ。かなり短いんですよ。でこれ実は頭脳線短いとおバカちゃんなんてイメージありますけども、実は違くて、長さっていうのは考える時間の長さなんですね。短い方は直感型、長い方は熟考型なんていう、行動力があるってことだったりしますし、あともうややこしいことが嫌いなんで、結局あのそれどういうことなのっていう、なんで分かりやすく皆さんにね、長ったらしくなく説明できるんじゃないのかななんていうふうに。なるほど。それなんですかね。え、和田さんちょっと直感です。え、ごくごく普通です。渡辺さん、そんなに目立ちたいんですか。短いんじゃないですか。上杉さん、目立ってなんぼですよ。テレビは目立ってなんぼ。世界的ロックスター、まあ、たくさんいろんな方がいますけども、早死にするなというイメージないですか。あるある、これなぜかね、早死にするミュージシャンの中で不気味な共通点があるね。キーワードがいくつかあるんですけども、まずは27歳という、例えばですね、ローリングストーンズのギタリストの、ブライアン・ジョーンズ、そしてドアーズのボーカルジム・モリソン、ジミ・ヘンドリックスにブルースの神様ロバート・ジョンソン、そしてロックの歌姫ジャニス・ジョプリン、これ皆さん27歳の若さで亡くなってるんですね。共通項があるね。さらにですね、もう一つの共通点が J の呪いなんですけども、J の呪いのこの J、この J は何かと言いますと、今言ったミュージシャンイニシャル、そうそう、ちょっと見てみたらですね、あら、全ての人に J というアルファベットが必ず入ってるんです。はいはい、こういう共通点があるんですね。アメリカではですね、まあ、ロック界の、まあ、スーパースターとですね、悪魔崇拝というのを結びつけて解釈するというのがありまして、まあ、売れないミュージシャンが名声を手に入れたいということで悪魔と契約をして、はいはい、そして名声を手に入れることができるが27歳で命と引き換えに亡くなってしまうと、こういう契約を悪魔としてるんじゃないかとささやかれてるわけ、急に出てきたこの27、はい、この数字皆さんご存知でしょうか。ソロモン72柱というものがあるんですけども、これはですね、ソロモン王が封印した72の悪魔ということなんですけども、この悪魔っていうのはですね、番号が振り分けられてまして、その27番目に当たる悪魔、ロノウェという悪魔なんですけども、このロノウェという悪魔が司るのがですね、音伝達なんです。ね、このロノウェと契約を交わしたものは、その人が発したメッセージが万人に伝わると言われてる。ね、つまりですよ、さっき紹介したあのミュージシャンたちは、このロノウェと契約して、素晴らしい万人に伝わる音を手に入れたんじゃないかと。どっかで会ってんねん、みんなロノウェに。この契約からも誰も逃れることができない、一度契約してしまう、はい、しかしです、ほう、ロノウェとの契約を払いのけた人が日本のスターで一人いるんです。誰？J の呪い、通称 J、 あれ、千原ジュニアさん。そう思ったの私も。きっとジュニアさんはロノウェとこれ契約を結んでたはずなんですよ。ジュニアさんというのは、まあ、15歳という若さでデビューしてますよ、はい、そして一気にスターダムもう上り詰めますよ、うん、そしてお笑い界にはなかったロックスタイル、はい、ジャックナイフと言われておりますそうあれ一番最初のロックやっぱりロックで売れていく、はい、これはまさにも契約を交わしてるはずだということですよ。そして2001年の3月の26日ジュニアさんはバイクの事故で生死をさまよいます。それはなんとジュニアさんの誕生日の4日前の話です。うわ、そうなんや。だから、はい、ICU で誕生日迎えてますから、集中治療室で意識ない時に。だからジュニアさんはあの誕生日を迎えて実は死ぬはずだった。なるほど。でもあの時期にですね、千原浩二という名前を使い出したのもあの時期なの。ほうね。だからジュニアさんが千原ジュニアという名前 JR ドットこれを使い続けていると、はい、今ここに座っていないと。あのおっさん誰ですか。ロノウェイ、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 
政治が鼻くそほじってる時みたいな。はい、ちゃんまああのウォーリーを探せ、これ皆さんも当然知ってると思います。これ実はですね、このウォーリーにモデルがいたっていうのは皆さんご存知でしょうか。あ、知らんな。まあ30年ぐらい前にイギリスでですね、あの子供たちが20数名あの失踪するっていう事件が起きたらしいんですね、はい、そしてその後にジムという青年がその要件で逮捕されるんですよ、はい、でそのジム、まあ、逮捕されて自供したらその、まあ、20数人の子供を殺害してた、まあ、その殺人鬼だったんですよ、うん、で裁判の結果責任能力がないということで隔離されるんですよ、はい、そしてその数年後にそのジムは脱走しちゃうんですよ、はい、いなくなっちゃうんです、はい、そしてまあでもそんなやつが逃げたってイギリス当局は大変だからって、はい、でももう捕まんなかったんでこの捜査拡大の打開策としてウォーリーを探せ、この絵本を使って、はい、これで捕まえようとしたと、でこのジムだからジムというその殺人鬼を探すための絵本なんです、でこのウォーリー、このウォーリーが着てる赤と白のボーダー、はいはい、これイギリスの囚人服なんですよ。そしてメガネと帽子、これは変装してるぞっていうのと、あとたくさんの荷物を持ってるっていうのが世界中を逃亡してるっていうメッセージが込められている、はい、そしてこのウォーリーを探せの中にあのウォーリー親衛隊というですね25人の子供たちのグループが出てくるんですけど、ジムが殺した子供たちの人数が25人だった、はい、であのこの先もちょっと続きが ありまして、はい、このウォーリーが逃げててアジア圏って言われてるんですけど、はい、イギリス当局がもうすごく血まぬこになって探してたんで、ある人が一回拘束されたっていう噂があるんですよ、はい、それがあの漫画家の梅津和夫さんだったんです、挫折しました。あのスピードでどうかまっすぐ行ってください。信じるか信じないかはあなた。いやでも怖い。まあエヴァンゲリオンがなぜヒットしたのかという理由に迫りたいと思うんですよ。一般的には知られてない2つの理由、今回はそれをお話したいです。マジで？はい。じゃあまず1つ目なんですけども、まずはそれストーリーなんですよね、はい、主人公がですね、まあ、子供なわけですよね。使徒と戦う組織のトップである父親に呼ばれて、お前はこれに乗りなさいと、うん、急に言われて嫌だ嫌だと言いながらも逃げちゃダメだということで自分を奮起させて、何かわからないものと強制的に戦わされる、うん、でこの構図がですよ、うん、あることとシンクロしてるからヒットしたんです。それ何かというと、それが思春期なんですよ、うん、親に言われましたよね、勉強しなさい、なんで勉強しなきゃいけないの、いい会社に入りなさい、なんで会社で働かなきゃいけないの、そう分からないけどとにかくやらなきゃダメなのよ、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだで受験勉強、そして就職っていう風に社会と立ち向かう子供の精神構図が、うん、エヴァンゲリオンのストーリーの構図と全く一緒なんです。気づかずに言ってたけどなんかしっくりくんねえ、はい、だからこそパイロットの年齢は14歳という思春期真っただ、はいはい、そういう心を持つ子供たちにヒットしたから、うん、じゃあ大人たちも見てたじゃないかって思うと思うんですけども、はい、すごく引きつけられた大人たちはその心をまだ持ったままの大人たちなんですよ。あれ見た見た、その当時いろいろ増えてまして、ニートとかオタクとかそういう言葉が増えたのもその頃なんですよ。誰がニートや。そういう気持ちが残ってるんですよ。子供の気持ち、子供の気、その気持ち、思春期の時の気持ちが、ああああ、色濃く残ってる、悩んだりしてる葛藤のある人たちを取り込んでったんですね。じゃあもう一つは何か、それはエヴァンゲリオンの声優さんたちの演技に関わることなんですよ、はい、エヴァンゲリオンっていうものの、まあ、ロボットだって皆さん思ってて、その実はロボットじゃないんです、 そこが難しいんですよね。その動かし方がエヴァンゲリオンっていうのはこう脳ですよね、うん、脳で歩こうって自分が思ったらエヴァンゲリオンの足が歩いて、で腕上がれって思ったら上がる、だから自分の体を操縦するようにエヴァンゲリオンを操縦する、うん、そんなパイロットの演技ってすごく難しいんですね。
だからこそ、その庵野監督はすごく声優さんへのダメ出しが厳しいんですよ。だからすごく現場はピリピリしててすごくシビアなんですけど、そこでです、主人公の声優さんである尾形さんと僕仲がいいので、はい、直接ここからは聞いた話です、はい、その主人公が操縦するエヴァンゲリオンがバッと出た瞬間に、その使徒がレーザー光線のようなものを放って、胸がザーッとただれてしまうっていう、はあ、信じるか信じないかはあなた次第です。いや、気持ちってすごいですね。役者さんでもそういうやっぱ熱演というか、いや、大竹しのぶさんが白血病の役をやった時にうんってやったら血出たんですよ。シンクロや。私の友達さ、男の子なんだけど、この間想像妊娠したの。男でですか。本当になんかその思い詰めてたらっていうか、うわーってもうパーンと荒れてる、もちろん中には何もないんですよ。そんなベビーももちろんいない、もちろんいない。お腹が膨らんだ。そう、妊娠したい、この子の子を宿したいっていう気持ちが、すごいよね。すごいですね。人間ってやっぱすごいですね、考えると。あの皆さん、あの食物連鎖のピラミッドって習ったことありますよね。ありますこういうのありますよね。需要と供給はこの動物のバランスによってね育まれるっていうのはありますけれども、食物連鎖が崩れていて今バランスがおかしくなってるっていうのもずっと言われてるんですけど、これを救うものが現れたんです。何、まさか嫌われる者の救世主、これはですね狼なんですね。え、どういうこと。狼そもそもどういうイメージかっていうちょっと嫌ってましたね。え、もう一回言って、ゆっくり喋って。見てどんなイメージですか。そう、ちょっと切られてますよねって話です。その部分がちょっとスピードが速すぎて BPM 間違えて、ごめんなさい。ちょっと速くしなっちゃってね、嫌われてますよね。オオカミなんか嫌なイメージありますよね、でも地球を救ってくれるんだよ。当たり前じゃないですか。 100% じゃないですか、その童話にしてもね、はい、悪役になる率なんかベロも出てるし、なんか嫌なイメージあるでしょ。ちょっと待って、させる前でベロも出てるし、ね、出てない、実際出てない。いいね、別に出てますって。そんな長くないから。でもね、なんか分かんないけど小鉢ばっかり出すよ。メイメイ出すよ。メイメイ、悪いイメージっていうのをまず植え付けたいんですよ、皆さんに。でね、狼っていうのはやっぱこうやって嫌われ者だし、家畜とかもやっぱり荒らしちゃうから、地球上でね全世界でやっぱ駆除しようっていう動きが行われたんですね。で、日本でももともと日本狼っていうのは生息してたんですけど、もう100年以上前にやっぱ絶滅しちゃったんですね、人の手によって。で、それでどうなったかっていうと、要は狼を外敵としていた鹿とか親ギいるでしょ、はい、こういうのがすごく繁殖したとこしたんで、鹿、そうこう鹿っていうのは草木を食べますから、草木を荒らして今地球環境の破壊につながっちゃってるんですね、で地球が破壊されるってことによって、やっぱ草木がなくなれば鳥もいなくなる、昆虫もいなくなる、それを捕食動物する動物もいなくなるってことですよ。で、鹿の被害っていうのは結構本当世界的にリアルにこれ甚大で、日本だと37都道府県に生息してるって言われてるんですけど、大体1年で50億ぐらいの被害が出てるって言われてるんですね、食い荒らされちゃって。あ、金額で言うと、そう、これですね、水芭蕉2万株っていうのがあるんですけれども、これ鹿の被害でほぼ壊滅状態。これ群馬県なんですけれども、ここ水芭蕉がすごく有名な場所で、で2万株っていうのはどれくらいかって言ったら、大体これ水芭蕉が生息してるところの約8割。おお、8割が尾瀬ではもう8割のこの水芭蕉がなくなっちゃってる。鹿が食べたわけ。そうです。あと高知県とね、これあげてるやん、もう徳島県のこの県境なんですけれども、はい、これほとんどもうハゲ山みたいになっちゃってますよね、はい、で鹿っていうのは一夫多妻制で、基本的にすごくメスがこう子供を産んじゃうんですね、生態的に。だからどん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 日本の山がハゲていくわけです、はい、でハゲていく中でどん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 鹿増えていくわけですね。困る困る。そうです。でね、狼はなんで導入するといいかって言われてると、これ大体一つの群れで1000平方キロメートル、1000平方キロメートルっていうのは、1000平方って、まあ、四角でいうと縦に10キロ横に100キロです。はあ、要するに狼のその一団が、それが一団がそこを狩り場にしてるんです、自分の狩りする場所。100キロったら新宿から熱海ですよ。新宿にいたら熱海まで狩りに行っちゃったんですよね。この距離走れるだけだから。いや、それいらない、いらない、100キロ走ってきた。いやいや、前も相当なスタミナですよ。でもこれ本当にスタミナすごくて、動物界でもナンバーワンだって言われてるんですね。ハイエナかオオカミかって言われてる。実際に行ってるところもあるんです、北米では。これイエローストーン国立公園っていう、あのすごい古い公園が9000平方キロメートルっていうところなんですけど、ここにヘラジカっていう、すごくあの鹿では最大種の鹿がいるんですけど、800キロぐらいの、これが2万頭ぐらい溢れちゃって、でもここもまた草地が荒れちゃって、鳥とかもいなくなり昆虫もいなくなり、そこに生息してた野生の動物がみんないなくなっちゃったんですね。
でちょっと実験でじゃあ灰色狼っていうちょっと放ってみようと、でこれ実験で14頭放ったところ数年で半分になっちゃったらしい、ヘラジカが。でそれによって要するにまた草木が戻り、昆虫が戻り、鳥が戻ってきて、このイエローストーン国立公園っていうのが綺麗な生態系の公園に戻ったんです。いい食物連鎖になるわけ。狼逆に増えちゃうんじゃない、そんなに食べちゃうんだったらってことになりましたよ今。したらでも鹿が減ることによって今度は狩る狼が狩れなくなって死んでいってしまうんですね。だから狼も増えず、で今これ1万頭ぐらいになってるんですけど、もうちょっと少ないかなぐらいのバランスで保たれてるんですね。で鹿は鹿でこうやって草を食べ、で糞をすることによって植物も育つっていう、今一番いいバランスなんです、ちょっと狼必要やん日本人ということで、嫌われ者だったあの狼がもしかしたら導入することによってこの地球上のあの破壊、環境破壊の救世主になるかもしれないという話でございます。信じるか信じないかはあなた次第です。まあ、僕は普段あんまり乗んないんですけど、まあ、皆さんがよく乗ってらっしゃる、あれ、あ、電車ですか。日本の電車っていうのは、まあ、世界一ダイヤ通りに動くと言われるほど、まあ、安心安全な乗り物なんですけども、意外とこれ知られてない、まあ、都市伝説があるんですね、はい、よくあの電車が遅延した時、遅れた時に皆さん一度はこういうアナウンスを聞いたことがあると思うんですね。線路内に人が侵入しまして遅れています、誰もが聞いたことあると思います、これ実はある隠語なんですね、これの本当の意味っていうのは、電車内に痴漢が発生して、でそれ逮捕したり補導したりするので、まあそのすぐ電車が発車できないので、で逮捕する前にいろいろ説得するのにやっぱりいろいろ時間がかかったりするので、まあ混乱を避けるために、線路に人が侵入しましたという表現にしてるらしいですね。そしてもう一つ、最近こうホームの端っこにこの青いライトがつけられてるの、皆さんご存知でしょうか。青い LED が、はい、LED、これは端っこですから気をつけてくださいねっていう安全対策だけではなくて、実はこれあの他にも理由がありまして、自殺防止なんですね。あのホームの端から、まあ、自殺する人は飛び込むことが多いということで端っこにつけてるのと、あと、まあ、あの青色っていうのは心を落ち着かせる効果があるんですね。それで自殺防止につながると、いろいろ犯罪防止にも使われていて、犯罪が多かったところに青色のその防犯灯っていうのがあるんですけど、それを設置したところ犯罪が激減したりとか、もう奈良とかもそういうとこも全部始めてるんですけど、不法投棄が多いところに青いライトをつけたら投棄が減ったりだとか、青色 LED というのは省エネだけではないんです、信じるか信じないかはあなた次第です。あと電車でいうとその終着駅ってあるじゃないですか、終着駅ってやっぱなんかちょっと寂しい感じというか、行き止まりとか、なんかそういうイメージありますよね。そうするとやっぱりこうちょっとあの自殺を後押ししちゃうじゃないですけど、ちょっと一つの要因になってしまいがちだと。それで、まあ、ある東京の地下鉄の終着駅なんですけど、そこはまあ、また団地があったりだとか高層マンションが多かったんで、まあ自殺する人が多かったと、でこのままじゃまずいんじゃないかということで、路線をちょっと伸ばしたわけですよね、そしたら自殺が激減した。まあちょっとねこれ放送上ではこれ言えないんですけど、それだから有名なことなんですけど、終着駅高い建物多いで連想もしやすいから、そうなんですね。僕はもともとその都市伝説とかよりも雑学とか豆知識が好きだから、割とこれはこう出所がはっきりしてたりすることが多いんですね。だけどそれを突き詰めていくと逆にまた謎に当たるようなことがあって、あのよくこうドラマとかの頭にこの番組はフィクションであり登場する人物の映像は実在するものと何ら関わり合いはありませんっていう表示がありますよね。必ず出ますよねドラマに。あれが最初に出るようになったきっかけっていうのも子供向きの特撮番組なんですよ、今田さんとか僕らの世代の超人バロム1、仮面ライダーみたいなヒーローもんだったんですね。このバロム1の敵の親玉っていうのがドルゲっていう、これ魔人でいろんなこうドルゲ怪人をどんどん送り込んでくるその悪のゴンゲみたいな、腕ゲルゲとかね、そうですそうですそうです、あれの親玉ドルゲがいて、
である日その制作会社に、自分は八王子で開業医をやっているドイツ人だという人から、はい、抗議の手紙っていうかこう陳情の手紙が来て、なるほど。で、学校ですごい子供の学校ですごくバロムワンが流行ってるんだけど、うん、私の名前はドルゲと言います。ああ、でそのせいで子供がとにかくドルゲの手先だっていうんでいじめられてると。もう日本で何十年も開業医もやってて日本を離れたくないけど、はい、子供がこういう目に遭っちゃうんだと、ちょっと日本にも住んでられない、で大好きな日本にずっといたいんで、なんとか手立てを打ってくれないかっていうことを言われて、実在する人物とは関係ありませんっていうテロップを出したのがこれが最初で、はい、あのフィクションのテロップを紐解くとこういう話があるんですよって言われてた話なんですけど、うんうん、じゃあそのルーツになったドルゲさんっていう人をに会ってみようっていうテレビ局が企画を出して、はい、探してみたら、はい、いないんです。要はその時期に日本でお医者さんをやっている人も、うん、その八王子に住民登録してる外国人もドルゲなんて人はいない。はい、根も葉もない手紙からどうやらあのルールは出してしまったらしいって、これ真偽のことはまだ分かってない。なるほどなるほど。それを堅くなに未だに守ってやってるって悪いことではないんで、とりあえずやってるんですけど、大元になった人とか存在は一切闇の中で、あ、面白い面白い、ありそうな話ですもんね、実際に、はい、すごいな。で大体ドイツ人にドルゲさんっていう名前もそんなにないらしいです。僕はこういう特撮ゴジラとかウルトラマンとかそういうのが好きで、はい、ましたね。でそういうこう裏話で、例えば放送しなかった幻の回があるとか、これ大体マニアの方が詳しくてもうほとんどのものはデータ化されてるんですけど、必ずこうウルトラマンシリーズの中で最終回どれが一番好きだったみたいな話をすると、まあ大体一番多く来るのが最初のウルトラマンがあの怪獣にやられちゃうところとか大体来るんですけど、中に必ず何枚か少数最後ウルトラマンシリーズのどれだったか分かんないんだけど、ウルトラマンがぶち切れて怪獣と一緒に東京を破壊しておしまいっていうのがあったっていう情報とかが必ず混じってくるんです。混じってくるんです。それを聞いてもあああれねとはならないんですよね。これは当然の特撮雑誌の編集者とかにも来るから、当然詳しい方がいっぱいいるんで調べるのが、当然ウルトラマンの最終回がみんな有名で、はい、そんな回はないし、はい、あと例えばお蔵入りになった回にあるかどうか調べてもまあないんですよ、はい、でその話にすごい興味を持ったんで、自分もラジオでこういう話があるんだけど、こんなありえない、だって子供の見る番組で最後結果ウルトラマンはぶち切れて東京を燃やし尽くしておしまいってありえないでしょ。半分笑い話でこんなん知ってるって、はい、出したら、はい、何通か来るんですよ、見たっていう人。その何通か集めてみると、ハガキが来てる場所と見たって言ってる日時がほとんど一緒なの。へえ。でこれどういうことだろうって特撮詳しい方とかに聞いたら、はい、まあその地方でその頃放送しててウルトラマンに似てるっていうと一個こういうのが、当てはまるんだよ。実はウルトラマンシリーズではないんだけど、うん、これがね放送されてるんです。知ってます。何それ、ねこれね、アイアンキング。アイアンキング。もともとやっぱりウルトラマンってヒットシリーズができたんで、その円谷プロ以外の敵対するメーカーもやっぱ作りたいわけですよ。それでいてウルトラマンと結構かなり似てるんだけど、設定が違うようなやつを作って、円谷プロじゃない、ないんです、ないで作ってて、ただ問題はこれを調べてもこれの最終回は別にブチ切れてないんです。違うの、アイアンキング暴れてんじゃなくて、そう一旦アイアンキング説出たんですけどやっぱ違うんです、はい、でしばらくお蔵入りになってたんですけど、よーく調べてみてびっくりしたのは、実はアイアンキングの最終回っていうのは前編後編に分かれてて、前編を見てみると、前編は宇宙人に催眠術をかけられたアイアンキングが東京を破壊してるんです。へえ。で後編はその催眠術が、ちびっこの愛の力で解けて最終的に宇宙人を退治して空に帰ってる、はい、ところがこの全国の一地方のネット局だけがそのネット局の都合で後編をオンエアしないまま最終回にした。すごい。アイアン
キングがぶち切れて東京を火の海にしたまま、いつかまた会おうすごい、都市伝説っていうよりもずっと都市伝説になってたことには実はこういう原因があって答えが出たわけですね。そうなんです。これはすごい。さすがですね。ありがとうございました。すごいわ。その子供たちはそのネット局の都合でとかそんなこと分かりませんもん、ね、ないし、これが番組終わると来週からはこれが始まるよみたいなのをちゃんと言うから、え、終わりと思うわけですよ。もしかしたらこれがこういうことがなんか一人歩きして都市伝説ができる一端になるんじゃないかっていう、すごい、話が素晴らしい。あの超能力者ってね、まあいろいろこう今までいたとか言われてますけど、はい、実は日本でですね、唯一一人だけ女性で、うん、公共機関で認められた人がいるんです。あら、すごい力を持っていた伝説の超能力者がいたんですね。女性、あのこの方なんですよ、小佐波俊江さんという方なんですけど、はい、数々の奇跡、まあ、超能力をねしてきた方と言われてまして、まあ、簡単な経歴こちらなんですね。1863年に現在の山形県で生まれるんですけども、88年、大体こう25歳ぐらいからですね、不思議な力にこう目覚め始めてくるんですよ。いろんなことが、まあ、できるようになってきまして、実際の体も不思議だったみたいで、女性なんですけど思春期になってもまあその生理が来なくて、はい、死ぬまでずっと所長を迎えなかったとか、で見ていくと拘留されたとか逮捕されたとか裁判がどうのこうの、はい、結構ね警察のねご厄介になってるんですよね。まあ、得意とされていたのが何にも入ってないこう空の瓶、空き瓶をパッて見てたんですね。ここにちょっとこう祈祷するんです。もう祈願すると、はい、一瞬にして中に水がバババッとこう満たされるっていう、でこれが神の水、神水と言われていて、この水がですね万病に効く万病の薬っていうふうに言われて、全国でこの水を飲んだ人が元気になっちゃったっていうことがもう多々起こったと言われてるんですね。でこれを見たこう当局がなんかこう医者でもないのに勝手にこう水を飲ましてね、なんかみんなにこうなんかやってるやつがいるぞ、これ絶対もう詐欺罪だってことになって何回も逮捕されるんですよ。でも実際じゃ裁判でちゃんとこうもうねどうなんだろうかってことで裁判長が言ったらしいんですね。俊江さんと、あなた本当に超能力者ですか。はい、そうです。じゃあ今ここにね密封された瓶があります。あなたこれ浸水神の水なみなみに満たせますか。できます、うん、少し集中する時間をいただけたら私はこれできます。なんとですね史上初裁判所でこの超常現象の実験がされたんです、これは女性なんですけど、まあ公正を期すために星江さんはその場で全裸にさせられまして、でもう入念なこうチェックされた後、まあ集中したいということで、じゃあこの中に入ってください。で完全に密閉されて封もした瓶を渡して、はい、もうすぐできるんですね。できたら持ってきてください。わかりました、行ってきますって言ったらコンコンできました。見たら中にもう並々水入ってたんですよ。もちろん封は開いてないんですよ。でこれを見た裁判長がもうこれやられたらもう何も言えない、疑いはないということで、なんとその裁判所で無罪っていう判決が出た。本当にまあ5分もしないうちにね、中からこうトントンとか叩いてきて出てきたらもう手にはね、まあ、そういうまあ茶褐色というか、まあ、色のね水をこうなみなみ入れてたということで、でまあこの方ですね最後の超能力を発揮するんですけども、何すの、私はあと、20日間で死にますといった20日後に死んで、最後に自分の死をもって超能力を証明したという、まあ、史上初公共機関が認めた真の超能力者、信じるか信じないかはあなた次第です。さっきね、超能力で浸水って、まあね、その飲むと元気になる水なんて話ありましたけど、やっぱりこう日本でもパワースポットと言われる場所なんかにあったりするとこう下から、ね、湧き出る水が結構力があると言われる場所が多いですね。今どこどこ、女性の皆さんにこうぜひ、ね、お勧めしたいここの水がすごいっていう、まあ、浸水というのが、はい、能登半島の先っちょ鈴岬って場所があるんですけども、まあ、別名聖域の岬っていうんですね。ここすごい不思議な場所、パワースポットで、ここは海の海流、2つの海流がぶつかる場所なんですよ。上から見るとこう一本のこう線が見えるような潮がぶつかってる、で上空行くとジェット気流もぶつかる場所って言われてるんですよ。その波と気流がぶつかる不思議な場所で、
これあの1時間に1回こう地下から水がブワーッと吹き出るんですけど、はい、なぜかこの水が腐らないんですよ。であのここランプの宿っていう宿が あるよね。ランプの宿、はい、有名。ここにあの百年水っていう水が何本かも昔からこうあるんですね。これなんですけど、これ幕末100年前の水なんですけど、未だに飲めちゃうんですよ。僕実際に行って飲ませてもらったら本当にこう臭みがなくて美味しい水だったりしたんですよ。ちなみにでもさっきの水一升瓶1本1億円ですからね。それやったらどっかに寄付して人のためになるようにしておきな。ボンと置いてかんと。いやあれでお客さんが来た時に儲けを持てんやろ。いや儲けないじゃん。気持ちや。一口おチョコいっぱいないけどちょっとどうですかみたいな。一億の水ありますねでそれで儲けを持てんやろ。いやいやもう加藤生物やで。うまいこと笑われんかったんだよお前らの兄弟。まあ、私すごいあのゲームが好きなので、ふわってくるな。ふわっ音声がふわってくるな。必要以上に低い声出してないから、はい、ゲームがすごい好きなんです、はい、なんで、まあ、オンラインゲームっていう、まあ、もう聞き慣れた言葉だと思うんですけど、はいはいはい、日本で、まあ、最近で大ブームですけど、うん、もっと前には世界で大ブームになってまして、もうやったことある人口で言ったら2人に1人はオンラインゲーム体験してます。はい、で日本でも今すごくヒットしますけど、はい、世界ではもっとヒットしてて中でも一番ヒットしてるのがアメリカ合衆国、うん、この国でオンラインゲームが一番人気なんですけど、オンラインゲームって言っても、まあ、いっぱいあるんですよ、はい、ジャンルが、はい、その中で圧倒的ダントツ人気を誇るのが戦争ゲームなんです。ああ言うね。アメリカズアーミーですね。うん、まあ、こんなにもうリアルなんです。もうゲームじゃないんですよ。はい、これをインカムをつけてみんな仲間とやり取りしながらこうやって、あ、これ上、左上でやり取り、はい、左上でやり取りが残っていたりですね、画面が明るい、はい、これぐらいリアルな画面になっている。めっちゃリアルだね。そうなんです。人が倒れる瞬間であるとか、まあ、こうやってリアルになっている。やられた、うん、で昔はですね、あのこうやって出てくるのがモンスターだったりしたんですけど、もう今は人対人なんですよ。うわ、だからあのまるで世界情勢を反映したような、はい、そうなんです。これ一番人気あるのが今中東を攻めてるというこのゲームなんですね。で主人公はもちろんアメリカ人ですし、アメリカ人も中東を攻める。そしてあの普通に銃で撃ったら倒れるんじゃなくて、頭を狙わないと確実な死ぬ。で心臓でももうちょっとずれてるだけでまた立ち上がってやってくるので、確実にやらないといけないとかいう。で、あれだけクオリティ高くてあれだけ美しい画面なんですけど、なんとあれのゲーム無料なんです。無料。そうなんです。で、もちろんその後に強い武器が欲しかったり強い人間になりたかったら課金という制度もありますけど、基本的には小学生であろうと簡単な登録すれば戦争のあれと疑似体験ができてしまう。R指定みたいのないの、あれ。これがね、日本だったらむちゃくちゃあるんですよ。で、アメリカはもうほぼないって言ってます。なんでなん。実はですね、これもう3ヶ月に1回とか2ヶ月に1回のペースで戦争のオンラインゲームがどん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 新作が出るんですよ。でどんどん出るし、まあ、その度にヒットを繰り返すんですよ。でこれを支えてるのがファンであるかメーカーであるか、そうじゃなくて実はもうアメリカ合衆国政府なんですよ。これがもうゲームを PR してるんですよ。400万人の、まあ、ユーザーが愛してるゲームなんですね。でこれを400万人の中でじゃあ一番強いのは誰だっていう大規模なトーナメントを行うんですよ、はいはい、これが恐ろしいのが上位200人ぐらいの人に対してなんとアメリカ陸軍がスカウトに行ってる、はい、だから言うたらやな、デスクからやな、そうなんです、兵士に指示を送るので優秀なわけや、もう、もうそうですね、作戦とか。だけど、でもサッカーゲーム上手い人がみんなサッカー上手いわけじゃないじゃないですか。でも実は戦争ゲームだけは違いまして、これあの実験でも結果が出てしまってるんですけど、普通に陸軍入った人とゲーマーで極めた人が陸軍入った人、明らかに戦闘能力高いのはゲーマーの方です。で中でも一番違うのが忍耐力が違うんですって。どんだけ辛くてもどんだけ寝てなかったりしても目的を達成するために。なんかそれまで頑張ってしまう。ミッションクリアに対する集中力が違う、はい、それが兵士としては一番大事なとこない。そうなんです。諦めなかったり痛いとか熱いとか弱音を吐かないのがやっぱりゲーマーで、知らないのに忍耐力が培ってる。なるほど。それがなんともう小学生の間で友達同士でもうやり取りタダでできてしまうというのが強い。アメリカでもう知らない間にゲームでアメリカ兵士になる訓練というのがもうなされているという。信じるか信じないかはあなた次第。すげえ。ですね、私あの昔から結構あの日本の女性犯罪史にちょっと興味がありまして、
まあ、その中でも私がよく読んでる本がこれなんですけども、はい、まあ、実録戦後女性犯罪史という。そんななんだ、大塚さん、はい、それってよく読んでらっしゃる。よく読んでる、まあ、もう結構前に買ったんですけど、じゃあな俺もう手出せんかったな興味は持ったけど、いやちょっと怖いよ、まあ、これをよく、まあ、読んでるんですけども、はい、この中で私が一番興味持ってるのがこの裏表紙になってるんですけども、福田和子なんですよね。はい、映画にもなりましたよね、はい、最近も藤山直美さんがね、そうですね、まあ、彼女が起こした事件というのが、まあ、松山でホステスしてまして、はい、で同僚のホステスを締め殺しまして、そして、まあ、15年間逃亡し続けるんですけども、その逃亡してる間に顔を変えて整形しながら逃亡してるわけなんですよね。時効3週間前に、まあ、捕まってしまって、3週間前ですもんね。で日本で初めて懸賞金がかけられた事件でもあることで、まあ、有名なんですけども、まあ、なぜじゃあ彼女がこんだけ15年間逃げ続けられることができたのかという、うん、まあ、顔を変えた、もちろんそれもあるんですけれども、その15年間の間でやっぱ出会った男性が援助したからなんですね。やっぱその時その場所、はい、その時に男性がいらっしゃった、男性がいらっしゃったという。でなぜじゃあこの彼女に男性は援助したか、はい、美人とは言えないお顔立ちなんですけれども、一つやっぱ挙げられるのが、彼女はすごく床上手だというふうなことはよく言われてるんですよね。やっぱ男性はそういうところにやっぱりこう食いつくのかなっていう、でもそれはあくまでも、まあ私も本で読んだことなので本当に床上手かどうかっていうのはわからないわけですよ。ただ私が今から言うことは、これはちょっと噂の域を超えてるんですが、まあ松山までちょっと行きましてですね、ご自身で踏み込んだリサーチを、はい、なんですが、ある、まあ、この事件を追いかけた記者の方に聞くところによりますと、はい、とにかく、まあ、あの彼女は魔性の女だと、でその裏付けに、あの彼女と関係を持った男の人たちが、まあ、事情聴取のために集められたんです、はいはいはい、で、まあ、十何人そこの部屋に集まって、十何人と全てみんな顔見知りだったと。あなたもですか、あなたもですか、僕もですよ、あお恥ずかしい、僕もですみたいな、まあ、そういう会話がありまして、でさらに皆さんが口揃えて言ったのが、彼女はやっぱりすごいんだと、うん、そして吸い付くような体をしていると、うん、そういうふうに皆さん、彼女はどこがすごいんだと、どこがすごいんだとそしてさらに福田和子が捕まった時に、護送される時に、両脇に府警さんがいたんですけど、その府警さんの一人がですね、私が昔テニスをした時のダブルスの相方なんですね。異名があったんですよね、大塚さん自身は。私はあの愛媛のナブラチロワと言われてたんですよ、まあ、それはいいんです、すごいね、ナブラチロワナブラチロワはどうでもいいんです、はい、でちょっと福田和子ってどんな人だったって、いやでもそれはやっぱ教えられないと、うん、その個人的な思いし、それはまあそうやろうなと思って、うん、じゃあ実際こういうふうにこう腕をこう持ってたので、彼女が福田和子の、じゃあちょっと、じゃあその感触だけはどうやったって言ったら、まあもちっとしてたよと、まあ、その個人的な情報は言えないけど、私がこれ以上も言われへんけど、唯一言ってやられるのがもちっとしてたよと、だからその持ち肌を持って男たちを虜にする彼女は魔性の女に違いありません。これを信じるか信じないか。でもね、はい、まあ、気づいた事情聴取で集められた男性は、はいはい、全員近所の知り合いのおっさんなんて、すごいね、はい、まあ、実際あの首を絞められた被害者の方いらっしゃいますけども、それ以外にも、まあ、間接的に3人の被害者がいまして、はい、まあ、1人は福田和子が逃亡するにあたってずっと顔を変えて整形してますよね、はい、その整形手術をした先生、まあ、それは実際犯罪者とは知らずに整形をしていたもんなので、はいはい、その懸賞金限られたのは500万なんですけど、そのうちの100万は愛媛県警で、あとの400万はその美容整形の先生が申し訳ないことをしたということで、はい、400万を上乗せしてそれを懸賞金でしたわけですね。2人目はずっと15年間福田和子を追い続けてた愛媛県警の警察官なんですけれども、福田和子のことをカークって呼んでました、はいはい、まあ、それはいいんですが、あのそのでもその警察官が15年間ずっともう日本全国各地を追いかけてたので、まあ、家庭に帰ることがなかったんですね、はい、で家庭を帰る見ることなくずっと福田和子に付きっきりだったので、その家庭崩壊で別れてしまったと。そして最終的に逮捕したのは福井県警で、全て手柄を持っていかれてしまったんですよ。犠牲者や、
彼女は殺害したと同時に家財道具一式も全部運んでるんです、はい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 、家財道具を運ぶために知人にちょっとトラック出してって言ってるんですね。でその彼には友達が夜逃げをするから助けてほしい、トラック出してくれんかっていうことでその人は協力してるんですけれども、うん、でもまあ実際なぜじゃあ家財道具一式を盗もうとしたかっていうことなんですけれども、はい、実は被害者の部屋に福田和子が使ってた大人のおもちゃが置いてあったんですね、はいはいはい、その大人のおもちゃには自分の指紋がついてますから、その指紋が見つかったら自分が犯人ということがバレるから、そして大人のおもちゃを持ってることが恥ずかしいから、とりあえず大人のおもちゃをこう探してたんですね。やばいやばいと、はい、殺した後に大人のおもちゃ大人のおもちゃと、はい、でも見つからなかった、はい、ってことはもうとりあえず一式全部運んでしまって、その部屋で大人のおもちゃを探そうとしてたから、はあはあ、一式全部私は家財道具を運んだんですよっていう、その家財道具目的で殺したわけちゃいますよっていうことをまあ言うために、それで、そういう裁判でその話は出たんや。そうなんです、ね、一応証言とか何とかで、はい、だからその彼は大人のおもちゃを運ぶために呼ばれたようなもんなんですよね。言えば、ね、言えばですけど、なんでそんな詳しく入れ込んだ。そうなんです、やっぱり女性犯罪者にちょっと興味がありましてね。凍えすぎるわ。こけしってあの東北地方 の物産品のこけしなんですけども、はい、あれってすべて無表情に作られてるわけです、うんうん、でもともとこけしっていうのは何かと言いますと、なんで作られたかと言いますと、まあ、これは皆さん知ってる人も多いと思うんですけども、まあ、東北地方で昔、農村部で、まあ、生活ができなくなったりして子供を捨てたりとか、それとか子供を、殺してしまったりとか、でそういうことがあった後に、まあ、供養のためにと言いますか、それで親がこけしを掘るというか作るというか、それでもう本当に字のごとく子を消すということでこけしと、あ、なるほど、ということで作られたんですけども、じゃあなぜこのこけしは全て今残ってるやつも全部無表情の顔が描かれてるのかと、はい、いうことがあるんですけども、うん、これはですね、まあ、かつて、ある、女性の方が、子供をですね、雪山に捨てました、はい、でそれをですねその後自分でこけしを掘ったんですね、はい、で作ってやっぱどうしてもそれ捨てるのはちょっと多少の無念がありましたんで、にこやかな可愛い顔でこけしを掘ったんです。でそのまま飾っといたところ、一晩経った翌朝見てみると、にこやかな顔でこうやって掘ったこけしがすごい怒りの表情に変わってたんです。でも昨日の夜は多少ちょっとお酒を飲んだとかそういうのがあったんで、ちゃんと自分のミスじゃないかということで、また、その顔を消しまして、また新たにこけしを掘ったんです。それももう一度可愛い笑顔で掘りました、うん、そうしますとまた翌朝こけしの顔は怒りの表情に変わった、うん、でもこれは恐ろしいということで、そのこけしをその女性は、焼き捨てたんですね、うん、それから約1年後またその女性は身ごもります、はい、で今度はちゃんと出産まで行くわけですよ、うん、ところがえらい難産になるんです、はい、で大量の出血もあります。でやっと生まれたと思って子供の頭が自分の、ね、体から出てきます、うん、でその時におぎゃっとが泣いた顔をスッと見た時に、うん、その生まれた顔は、うん、恐怖の怒り顔をしたこけしと同じ顔が生まれてきたんです。で大量の出血もあったこともあり、そのお母さんはそこで亡くなってしまうという事件があったんです、はい、それ以降こけしの顔は必ず無表情でなければいけないという決まりができて、今ずっとこけしの顔は無表情になってるという。そう、嘘か本当か分かりませんけど、はい、そういうことでこけしは無表情になってると、はい、これ引き込まれますね、うん、そうですね、壮絶なる都市伝説ありがとうございました。このやりすぎ都市伝説もかなり回数重ねて、もう今ではもう夏の風物詩となってるんですけど、やっぱ夏の風物詩では皆さんやっぱお祭り、はい、この祭り、まあ、日本三大祭りなんてのもありまして、はい、そのうちの一つ大阪の天神祭りとかありますけど、これは菅原道真公、いわゆる学問の神様をね、みんなで祝うというような祭りなんですけど、まあ、今ではもう若者たちが、まあ、カップルで寄り添い、この後どうするみたいなで、たまにはお寿司でも食べるみたいなでね、かっぱ寿司ってそのままテレフォンにしけ込むみたいな、そんな祭りになっちゃってるわけですよ。違うと思いますけど、なんか言ってみて、なんだこれ、まあ、僕はこう見れてるわけです。まあ、そして、まあ、世界で一番有名なお祭り、うん、
これクリスマス、そうイエスキリスト、はい、まあ、いわゆる現在の日村さんですよね。日村さんの生誕を祝う、はい、違うよ、ね、違う日村さんの生誕のお祭りなんです。そもそもこの皆さんお祭りというものはどういうものだったか、はい、これは神を祭るという動詞がお祭りという言葉に変わっています。そもそも今の大相撲というのもですね、まあ、横綱ということで綱というのは神社で飾ってある綱ですよね。あれ神を表す、その横に並び立てる神の拠り所を決めよう、それが横綱だと。世界で一番強い男、神は何者にも頼らないけども、もし寄り添うものがあるとすれば横綱だと。それが横綱語源なんですけども、神様のためにいろいろやると、これがお祭りなんです、はい、うん、この広い日本で五反田という町がある、五反田というのは何だというのは、異常なまでの、いや過剰と言っていいほどのサービス精神旺盛な女性が控えている雑居ビルがあるという噂を聞いた。五反田にサービス精神、はい、雑居ビルに入ってきて、まあ、ある怪しげなインターホンがあったんですね、はい、でまあ、そのインターホンを押しますと、まあ、なんですかね、中年の男性が出てきて、まあ、今日どうしましょうといきなり言われました。どうしましょうってどういうことや、まあ、でも相手の要求乗りましょうということで、じゃあ横のホテルでお待ちくださいということで、まあ、横のホテル行きまして、怖い怖い怖い、大丈夫か、そのホテルの扉がノックされた後の記憶がないんです。わかんないですけど、ただ異常な肉体の疲労感と相反するかのようなみなぎる明日への活力。不思議やな、大事やねん、しかし何か無意識のうちに母親にごめんねと言っている自分。それに伴うように臀部、まあ、いわゆるお尻ですね、はい、お尻に走る激痛。それいや、ただまあその思い出せないのは何があったんだろうなと思ってた僕のところにですね、数日後、まあ、ムービー勝山からメールが入ったんですけども、はい、大変なことになってます、はい、このアドレスにアクセスしてみてください、はい、ことがなってまして、はい、そのアドレスにアクセスしてみたらですね、はいはい、その女性たちが所属している店舗のホームページにつながったんです、はい、ページの下の方をどんどん見てください、はい、驚愕の文章が載ってます。何やその文章、祭りはイコール神と言いましたね、はい、この日本にも神が存在したんだなと。どういうこと、どういうこと、実は僕神だったんです。どういうこと、どういうこと、しかも自分では名乗ったことないのに人から祭り上げられて本当に神様に。何やかれだから、どういうことやね、こちらご覧ください、そのホームページです。ケンコバ祭りが知らない間に僕神様として祭られてたんですよ。何を書いてるの、この店へ行った。この僕が、はい、の上の方いたこういう文章が書いてました。年末ケンコバ祭り開催地の骨骨骨、まあ、これ店名ですね、ケンコバさんご本人がご来店くださる。神や、神なんです僕、神や、お前や、はい、このホームページにアクセスするかしないかはあなた次第。いや違う違う違う、本当に、アジアが生んだ世界的なスタージャッキー・チェンなんですけども、ジャッキー・チェンはですね、あのミスターいい人としてもものすごい有名で、はい、例えば去年の東日本大震災ありましたけれども、はい、ジャッキー・チェンはですね、総資産260億円を全て被災地の被災者に、あとは慈善事業に本当に寄付されたとか、あとはあの香港でもう誰よりも一番早くそのチャリティーを呼びかけたりとか、ね、はい、そうです、マフィアの撲滅キャンペーンとか、もう趣旨に賛同すればもう世界中どこでもノーギャラで行ってイベントに参加するぐらい本当にいい人なんですけれども、実は最近ですね、あの中国であのジャッキー・チェンに関するなんかあらぬ噂が飛び交っていると、はい、それがジャッキーの呪いというものなんですね、はい、何かというと、ジャッキーがですね、まあ、広告塔になったりとか、あと CM に出たりするその企業がですね、次々と悲運の目に遭っていると、某ビデオメーカーのこれ CM なんですけれども、はいはい、もうこの会社はですね、あの本当業界トップ3に入るぐらいの本当に大手企業なんですけれども、はいはい、CM の放映後ですね、実は経営破綻しております。さらに言うとですね、こちら、中国のコーラ、これもですねすごく大人気だったんですが、CM の放映後消滅。そしてですね、こちらですね、
育毛促進剤、CM 放映後株価が急落しております、はい。まあ、次々とですね、そのジャッキーが広告となった企業が、まあ、どんどんこう悲運な目に遭うということで、全てが偶然なんじゃないのとか、はい、思われる方いらっしゃると思うんですけれども、これ実はですね、ジャッキーが明らかにしていない闇の顔が実は関係している。何？実はですね、今挙げたその3つの企業、それぞれある共通点が存在することが分かったんですね、はい。それがですね、悪徳経営、そして不正の数々。ちなみにですね、こちらのビデオメーカー、はい、経営のトップが詐欺罪で逮捕された。そして中国産のコーラなんですけれども、すごく人気があったんですけども、本家のコカ・コーラから、これパクリじゃないかと、ということで訴えられて裁判になって、裁判で負けております、さらに育毛促進剤、こちらはですね、あの内容物に、発がん性物質が含まれていたというのが後々明らかになって、これも発売中止になった、はい。これはですね、ジャッキー・チェンが、はい、実は、あえてそういった不正している会社の CM をやってですね、広告となって、その不正企業を世に明らかにするためにわざと広告となっていた、さらに言うとですね、上海万博、はいはい、ありましたね。それであの日本の曲にちょっと似てんじゃないかみたいな話題ありましたよね。ジャッキー持ってた。そのイメージビデオにも実はジャッキーチェンが出てるんです。出てたジャッキー。これもあえて出て、日本のファンたちにこの曲は日本の曲のパクリだぞっていうのをアピールするためにわざわざ出ていた。ジャッキーの呪いじゃなくて、ジャッキーの世直しだと。ここ僕は断言したいと思います。はい、信じるか信じないかはあなた次第。僕の、まあ、北海道の友達の知り合いの話なんですけど、北海道出身の方で、その結婚することになりまして、その彼女を実家の親に紹介したいということで、その北海道にこう帰って、冬だったんですよね。でまあ頑固な両親で、まあ、一発 OK はしてくれないんじゃないかってこう不安を抱きながら、うん、まあ、行って挨拶したら、まあ、すんなり OK で、うん、あ、よかったなと思って、まあ多分彼女もすごい緊張してたのがほぐれて、そのトイレに行きたくなってトイレに行ったんですよ。でまあその彼とその両親でいい子じゃないかみたいな話してたら、はい、うん、急にその部屋の外からですね、ドカーン。どうすんだその空気びっくりするなよお前、びっくりするかなと思ってびっくりするかなと思ってじゃないよ、初めに聞いてくれてんだろみんな。あのすごい音がしたんですね、はい、なんだと思ってその音のする方に行ってみたらですね、うん、はい、トイレの原型がもう跡形もなくなってた、これはなんだと思って、まあ救急車急いで呼んだんですけど、まあ残念ながらその彼女は即死で、はいはい、なんだこの事故は、もう全然わかんないわけですよ、誰もどうしてこんなったのか。ほんでまあその、大学の研究チームに頼んで調べてもらったんです。そしたらまあその驚くべき事実がそこには隠されてるんですよ。何？そのボットン便所はこう冬だとバキューム化がなかなか来れなくて、うん、冬の間結構溜まるんですよ、はい、その排泄物がこう溜まっていくとですね、メタンガスがこう発生しまして、北海道のその冬のね家はあのすごい暖かくなってるんですよ、半袖で過ごせるぐらい、はいはいはい、で暖房をこうガンガン炊くとまたメタンガスがどんどん発生して、しかもその隙間風が入らないような立て方になってますから、その換気も悪くてどんどん溜まっていく状況の中、その彼女がですねこうスカートを下ろして、ケイトのパンツを下ろした時に、はい、静電気で、バーンってなってしまったんです。寒い地域とかそういうだから、はい、あのメタンガス溜まってる状況の中、ボットン便所とかどう溜まるんで、静電気ぐらいでもね、バーンってなる。はい、これどういうことかと言いますと、まあ、あのアニメでドラゴンボールっていうのはドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT っていうのがあるんですけれども、はい、これ全て意味があるんですね、はい、それを今日皆様に紐解いてお届けしたいなと思うんですけど、私も、はい、まずドラゴンボール Z というのは昨日のですね、はい、鳥山明先生がもうこれでシリーズは
作らないよ、これで終わりだよっていう意味で、はい、XYZ の Z で最後という意味で Z ってつけたんですよ、はい、Z でですね、週刊少年キャップでやってた、はい、ブーのところでもう漫画終わってるんですよ、はい、Z で、はい、しかし GT が続いた理由っていうのを今日お話したいなと思うんですけど、はい、それはどういうことかと言いますと、はい、ここで終わってしまうとアニメ制作の方々の、まあ、おまんまが食べられなくなっちゃうということで、人気番組やしな、はい、それ視聴率もまだ取れるしということで、鳥山明先生が携わらずに続けたんですね。そういった意味で、GT というのはごめんね鳥山明先生っていう意味なんですね。はい、それでですね、鳥山先生名古屋に住まれてるんですけども、集英社の新人研修というのは全員名古屋に行って鳥山明先生の家で土下座して先生もう一度漫画を描いてくださいっていうのが話をするんですね。へえ、それがあの最初の仕事なんや。そうですね、ごめんね鳥山明先生なの、あれ。そうです、 GT は、はい、いろいろあの GT で御殿とトランクスとかそういう説あるんですけれども、私が聞いた確かな情報もできますと、ごめんね鳥山明先生。誰に聞いたん、あ、この情報ですか、うん、これ確かな情報もちょっと言えないんですよ。それは、ね、情報操作ちょっといろいろ危険とかございまして、それであのもう一つちょっと補足させていただきますと、はいはい、鳥山明先生名古屋の、はい、まあ、名古屋城の近くの名古屋市っていうとこ住んでるんですけども、一回東京にちょっと住みたいっていう時あったんですね、はい、なぜかと言いますと集英社の本社が、はい、東京にあるので、うん、締め切りギリギリまで書きたいと、はいはい、名古屋ですと1日前にマネージャーの方が取りに来てしまうので、はいはいはい、ギリギリまでやりたいっていうところで出たかったんですけども、その名古屋市のやはり税金の問題とか先生のおかげで潤ってるので市長がちょっとなんとか許してもらえないかということで、じゃあ分かりましたということで市長がやったことがですね、当時あの名古屋空港というのは小牧市にあったんですけども、そこから鳥山明先生のご自宅までもう道がうねりくねってでものすごい時間があるんですよ、タクシーで、はいはい、それを一本の道を作ったんですね。まっすぐに鳥山明先生の家から空港まで行ける道、これを鳥山明ロードというんですね。嘘か誠か、はい、それでですね、あの漫画の方で一回悟空が死んで海王様のとこに行くところで蛇の道ってあったんですが、それは鳥山ロードをヒントに蛇の道ができたんですね。はい、いやすごい、ありがとうございます。いらない豆知識っていいですか、はい、いや、そうですよ、はい、いや、あのでもドラゴンボールって世界的にすごいヒットしたんですけど、あのフランスでは日曜日の、昼ぐらいに、まあ、オンエアしてて、驚異の視聴率 70% っていうのを叩き出したんですよ。なのに番組が打ち切りになったんです。なんで？なぜかっていうと子供が教会に行かなくなったからです。なるほど、で番組日曜日からね、はい、子供が見たいから、はい、はあ、すごいな、鳥山先生。あのテレビ局っていうのはなんか急に照明が消えたりとか不思議な現象がよく起こる場所っていうのはよく聞くんですけど、これは僕はちょっと実体験も入ってるんですけど、あの高校生の時に大道具さんのバイトに行ってたんです。立て込みっていう仕事があってスタジオにセットを立て込むと、でそれは夜中なんですけど、行った時にお前何もできへんからとりあえずあの窓の枠をちょっと色塗っとけと、そこは第二スタジオっていうとこなんですけど第三スタジオまで行ってお前塗っとけと邪魔になるからということで、そこで僕こうやってあの色を塗ってたんです、うん、ほんならなんかあの女の人が歌ってるかのような声が聞こえてきたんです、うん、でまだその時僕も素人なんでこんな時間でもなんか練習してはんのかなと思って芸能人も見たいしと思ってちょっとその辺をこうやって見たんですけど、そういうことやってるような感じではないんですね。でまあとりあえず色塗ってたらだんだんその歌ってる声が大きなってきてるような気がして、でだん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 僕に向かってきてるような感じがするんです。でもう最後もうこの辺で言われてるような感覚になってもう怖くなってもう塗ったのがどうでもええわみたいな感じで第二スタジオまで走って逃げたんです。ほったらあの僕が怯えてんのにそこ の, あのおっさんが、はい、お前塗ったやつどないしたんやと、で僕怖いから置いてきてるわけですから、ああ向こうですったら取ってこんかい言われて、やっぱりこの都市の離れた人に入りたてやし、ああなんかこんな怖いことがあってって言うのもよう言わんので、うん、僕はそれを取りに行かないとダメになってしまったんですね。でそのままずっと歩いて行ってその塗ったやつを持ってたらもうまた声が聞こえてきて、今度はもう女の人の複数の声で、はい、教会で歌ってるかのような歌っぽい感じのがだん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 大きくなってくるように聞こえるんです。でそれが最後また身元の方で来たのでもう怖くなってもうそれだけ持って第二スタジオまで走って逃げたんです、うん、でそれから後日年の近いちょっとヤンキーっぽいあのお兄さんがいたったんで、うん、僕この前気のせいは思うんですけど第三スタジオのところでこんなことがありました、はい、今の話をしたんです。ほんならそのお兄ちゃんがあやっぱりそうかと、はい、第三スタジオはそういうことが多々あると、うん、有名なところ、はい、で
その人も第三スタジオに脚立を取りに行ったんです、はいはい、夜中。ほんでバカって開いたんですけど、スタジオは照明ついてへんから真っ暗系なんですね。でその漏れてくる明かりで作業してたら急にドアが閉まったっていうんです。ほんでってなって、なんかうっすら上の方が明るいなっていう感じがしたようになってパッと見たら、あの上で女の人7人ぐらいが苦しそうな顔で歌を歌ってた。その女性7人っていうのは何なんだっていうことになってるんですけども、あのそこの放送局っていうのは戦前女学校やったんですね。でそこの女学校があったところに昭和9年に風速60メーターって言われる室戸台風っていうのが大阪に直撃したわけ。その時に、まあ、木造ですから、その当時の建物は崩壊してしまうわけです、はい、でその崩壊したがらきの中に女学生が7人いうとこう倒れ込んでたわけですね。その7人は助けを求めるために賛美歌を歌いながら助けを待ったらしいんですけども、その声が届かずその人たちは亡くなってしまった。姿は全く見えないです。声だけがどんどん大きなるような感覚で聞こえてくるんです。本当不思議やけどね、そのテレビ局はよくそういうの聞きますよね、そのまま今も妨害してるとかってことはあるんじゃないですか。いやー、消毒のマイクが先ほどちょっとトラブルがあったんでね。どうしよう、どこへんよ皆さん、今うまさん、そんな大間ぶたしかやめてもらえませんアクシデントのなんかね、言うたらこのスクープみたいな感じでまた、いらんことしたみたいです実は、先ほどの兵道の話は時間を置いて撮り直したもの。収録を中断せざるを得なかった怪奇現象が起こっていた。セットを立て込みに行くっていう仕事があって、でとりあえず僕も分からんままついて行ったんですけど、うん、あーなんかマイクのトラブルやで。すいません。あ、はい。マイクがすいません。申し訳ないです。申し訳ありません。すいません。のマイクが。収録中に起こった謎の音声トラブル。テレビ史上稀に見る怪奇現象をご覧いただこう。よくあのテレビ局っていうのは結構なんか、急にライトが消えたりとか、なんかそういうなんか怖い感じの話が結構あると思うんですけど。あるある。喋り始め、音声に異常は全くなかった。しかしこの後をよーくお聞きいただきたい。夜中にスタジオにセットを立て込みに行くっていう仕事があって、でとりあえず僕も分からんままついて行ったんですけど、うん、もう一度お聞きいただこう。分からんままついて行ったんですけど、うん、そこでお前謎の音が聞こえ始めた。そしてもう怖くてその枠をずっともう塗り終わってるんで、それを持っていこうと思ったら声がもうガツガツ聞こえてくるみたいな、複数の女性が歌ってるような、なんか教会で歌ってるような感じのように聞こえたんです、はいはい、で声がだんだんでかなってきたような、そんな感じになってわーってなって、結果それだけ持ってダッシュでもう逃げていったんです。でそこから第三スタジオに行かなくなって、セットを組み立てる時に、あ、なんかマイクのトラブルやで。すいません。あ、はい、マイクがすいません、申し訳ないです。すいません、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 これはこれで怖いな。これやめた方がいいんじゃないの、その話。スタジオの話です。うわぁ、上手にしましょう。怖い、結構ガッツリトラブルですよね。ガッツリトラブル、本当だね。うわぁ、見たことない。シガニウイバー鳴ってる。アバター探してるみたいなけど。スタジオに突如割り込んだ謎の音、技術チームが再三チェックしたが何のトラブルも確認できなかった。何らかの霊的現象かもしれない。なんか嫌な予感はしたな。で今日の朝にすいません、ちょっと話変えたいんですけど、はいはいはい、やっぱ嫌やったん、はい、はい、福本豊の話したいんですけどって話になったんですけど、ニューブレイブスの通りよ。僕結構よく心霊スポットとか行ったりもしてたんで、はい、いろんなちょっとエピソードがあるんですけど、名古屋のホテルに泊まった時ですね、はい、まあ、ホテルにいまして、まあ、やることないからさ寝ようと、はい、電気をパッチン消したわけですよ、はい、ガー寝てたよ、うん、そしたらこれ来るなと思ったんですよ俺もう分かった、そしたら案の定ちょっと金縛りまして、
金縛りまして、やばいなと思ってたら待ってましたみたいな感じで女性の人があのドアの方からゆっくり歩いていくんですよ、うん、わー来てでベッドの横歩いて僕の横まで来てずっと立ってるんですよ、うん、ガガガガーなっててでその人そのまままた入り口の方に歩いてったんですよ歩き終わったタイミングで俺金縛りバーッ溶けて、うん、でうわやばいなと思ってちょっと電気つけてでトイレ行ってあの顔洗おうと思って、うんトイレのドア開けたら、はい、湯船の中に横向きにその人が座ってたんですよ、うわー気持ち悪い壁の方を見てめっちゃ怖かったわ今想像してもうたそうそうそうなんか言うわけでもなくただ姿がそうなんですよ無言のプレッシャーってやつですかねプレッシャーってやつプレッシャーなんか何を求めてんねん何やろ、なんか最後損した気分なのどういうことかまず覚えておいてほしいのがミツバチっていうのはすごく頭がいい生き物だっていうの覚えておいてほしい。これ人類がこう地球上に誕生する前、もう随分と前からミツバチがいたわけですよね、地球上には。で、このミツバチっていうのはすごい社会的な動物で、その組織を作ってちゃんと生活するんですけど、で、コミュニケーション能力っていうのがこれまたすごく高くて、で、蜂の字ダンスっていうのがあるんですよ。蜂の。はい、こうお尻をこうやってね、こう蜂の字にこうやって振りながら、会話をする。会話をする？これどういうことを伝えるかっていうと、あそこにね、おいしい蜜があるよ。何キロぐらい先だからみんなで行って食べに行こうかみたいなそういうのこの尻、まあ、人間の尻文字ですよねだけでこう伝えることができるそういう能力があるわけですよ、はい、でも人間で考えたらこうね喋らないで、はい、尻文字だけでこう何年か過ごしてくださいって言ったら結構大変でしょ、うん、腰やっちゃいますしねなんだろうなんだろうとりあえず謝れ皆さんに謝れなんでですか関係ないじゃないですかでねでとてもやっぱそういうことができるそういうことでこう物事を仲間に伝えられる生き物っていうのは昆虫界ではハチしかいないんですへえだどれだけこの人間に例えてもそうですけどもそのハチのミツバチのレベル頭脳のレベルの高さがすごいかっていうのが分かるわけですね、はいはい、アインシュタインがそのミツバチですごい名言を残しててミツバチがこの世からいなくなったら、うん、人類は4年以上生きられないだろうって言ってるわけですどういうことかっていうとミツバチがやっぱ受粉するわけじゃないですかで植物が育つで新しい酸素っていうのを世の中に供給するわけですよでこれができなくなるで酸素がなくなるっていうことはもう要は人間生きていけませんよね、うん、でそうでなくても今養蜂所とかで人間が蜂いっぱい飼いならして今もう人間と の, この密接な関係があって今成り立ってるわけですよみんなの食文化っていうのは、うん、でそれができなくなってしまう密接になればなるほどそれがなくなった時人類の滅亡に近づくってことですよね でも今やっぱり養蜂所とかいっぱいあって世界中にでいる何万匹っていう蜂がいるので今大丈夫ですまだ安心はできるんですよね養蜂所のおかげで、うん、でもこの養蜂所いっぱいあるんですけども2006年アメリカで一晩にしてその養蜂所にいた蜂が跡形もなくこう消えたっていう事件が起こったんです死骸一匹残らずに、もうびっくり起こしちゃって全米でその時180億匹ですよ引き、でそれはまあ全米だけです、うん、これ日本アジアヨーロッパ全部そういうところで起こってるわけですよ、で自然界でも消えで人間の手からも離れている、うん、もうまさにこれ、まあ、近い未来じゃないですけども予言が当たるのならば人類滅亡に今まさに一歩ずつ近づいていってるわけですねでこれ本当に仮説ですけどここからが、はい、蜂のやっぱり頭脳のレベルの高ささっき言いましたよねこれもしかしたらですけども今まで人類が誕生する前からやってきたことと今人にやらされていることと違うことなんじゃないかこれって地球のためにならないんじゃないか俺たちがいることによって要は自分たちのためにもならないんじゃないかっていうことで蜂が人間にやられてるってことに気づいて逃げ出したっていう要は人間を超えた知能を持ってるミツバチが人間を裏切って今消えようとしてるまさに人類の滅亡をミツバチが起こそうとしているということです信じるか信じないかはあなた次第ですなるほどこのニュースを聞いてだからアメリカがなんか戦争なり天災なりに巻き込まれる恐れがあるってニュースで流したんだよねありましたよねそういう予知、やっぱ蜂って何かあるんだよねあるかもしれないですね、うん、世田谷のなんかあの養蜂場の蜂は泥棒捕まりましたけどねあの世界的な蜂の話してるね世田谷の養蜂場蜂泥棒が蜂泥棒が養蜂場壊滅させたマジですか世田谷の蜂泥棒これ本当にあった話で本当思い出してもゾッとする話なんですけど十数年前にフジテレビでさよならリコーランっていうドラマがあったんですねそれで沢口靖子さん秋元直美さんで私の3人で中国の
長い春って書いて長春っていう町があるんですけど、そこに行ってロケがあった、はい、それで宿泊するホテルが戦時中に日本軍が建てたっていう洋館の、まあ、立派なんですけどいかにも怖そうな建物だったんですよね、うん、それで私の部屋も教室ぐらい広くって怖いんですよね。それであの霊感全然ない自分でもこんなに怖いんだからと思って周り見るとやっぱり霊感ありそうな人はブルブル来てるんですよね。それで私の部屋にはベッドが2つあったんで、当時女性マネージャーだったからあの悪いけど来てくれないっつって一緒に寝たんですよね、呼び出して、はい、でその晩は寝たんですけど3時頃にそのマネージャーがギャーってすごい声を出して、でどうしたって聞いたら部屋の四隅に緑色の服を着た4人の兵隊さんみたいな人が私の方を一斉に見ながら銃を向けたって、はい、それで私もそれですごく怖くなって、あの怖いと思った瞬間にもう出ないでくださいって叱っちゃったんですよね、うん、そしたらその一斉でもう全然霊が出なくなった。翌朝秋元直美さんがやってきて、はい、昨夜3時頃怖いものがあんたたちの部屋に出なかったって言うんですよ、はい、でなんで知ってんの、出た出たっつって、はい、でこっちは興奮して聞こうとしたら私の部屋に幽霊が来たから、私は何もできないから隣の部屋に行ってって言ったらしいんです、そこが私の部屋だった。その後ね、うちにマンションに秋元直美さんが遊びに来たんですけど、はい、その時もあこのマンションは大丈夫ねって言ってくれたんですけど、はいはい、なんかもうありがとうございますっていう中に、なるほど、その幽霊出るなら隣に出てって言って隣行ったと思ったらもう出ないでって言われて、なんなんって思ったでしょ。霊は怒るといいっていうのは言いますよ、ね、松平健さんもよくそうやって泊まりに行った時にいるなと思ったら急に一人でおい。皆さんの記憶に新しいところで言うと、今年の3月に韓国で大規模なサイバーテロが起きたっていうのがありましたよね、今世界ではですよ、ネット世界が陸海空宇宙に続いて第5の戦場と言われているんですよ。じゃあ第5の戦場は分かったと、その上でじゃあ第5の戦場で一番強い国はどこなんだ、うんうん、皆さん気にしてると思うんですけども、はい、例えばこう CIA というねスパイ機関を要するアメリカなのか、それともモサドというね非常なスパイ機関を要するイスラエルなのか、いろいろ想像があるんですけれども、今最強なのそこの2つじゃないって言われてなんとネット世界での最強の国は世界最小の国バチカン市国だって言われてるんですよ。マジか、このバチカン市国非常に小さい国、そんなバチカンがなんで最強なの、はい、よく思い出してほしいのがバチカン市国という国はキリスト教のカトリックの総本山なんですよ、うんうんうん、つまり世界に12億人いるカトリック教徒、そして世界中にある教会から一手に情報が集まってくるんです。あ、毎日のようにすごい量の情報が集まってくるらしくて、どれくらいの情報まで集まってるかというと、例えばどこどこの国のどこどこの教会の誰々という司祭が朝何食べましたなんていうどうでもいい細かい情報まで入ってる、それぐらいの膨大な情報が集まるバチカン市国のセキュリティシステムがこれ最強って言われてるんです。ただ問題なのがその世界最強のセキュリティを破ったハッカーが現れたってことなんです。その天才ハッカーは年齢が30代非常に若いということだけが分かっていて、他は国籍性別全部不明なんです。ただ一度はそのバチカンのセキュリティ破ったんですが、バチカンも最強組織ですから一度破られてただで見過ごさない、すぐに見つけて捕まえたらしいんです。でどうしたか、処罰しなかったんです。何したかというとセキュリティの最高責任者に雇い入れたんです。そのことで奪われた情報を外に出すことも防ぎ、そいつを使ってもっと強いセキュリティを作った。それでバチカンはより強くなった一件落着と思いきや、なんと昨年の6月にこんな新聞記事が出たんです。
バチカンの極秘情報を持つ元ハッカーが謎の失踪。今のやつなんか。そうです。このハッカーこそがその30代の天才ハッカー、はいはい、これを話してるのは結構確かな数字で、はい、そのバチカンの上層部のベルトネ枢機卿という非常に幹部が、はい、そういう情報を漏らしてるんですね。でこれどうしたかというと、要するに中に雇い入れられたようでいて、今度は全部持って逃げちゃったってことなんです。これは可能性も考えそうなもんやけどね。そうなんです。ただそれ以上に頭切れたんでしょうね、このハッカーが、うん、うまくやって全部持って逃げちゃった、はい、でこれどうなるの、やばいんじゃないので、世界中が今ざわざわしてます、はい、ただ、ね、ちょっとあまりにでかい話で現実味ないよねって思う方もいるかもしれませんが、はい、バチカンといえばですよ、はい、最近ニュースありましたよね、はいはい、ローマ法王の退位です、はいはい、退位したのベネディクト16世という方なんですけど、これね、ローマ法王退位かって日本人はあんまり大きいニュースとして扱わなかったんですが、これすごいことなんですよ。例えば総理が辞職するなんてのは全然わけが違うんですね。このローマ法王っていうのはとてつもない権力者なんです。それになるためにはもう命がけで派閥争いそれが行われてるというぐらいで、なんとこのローマ法王が自ら辞めますと言ったのは700年ぶりなんですよ。じゃあ700年ぶりに自分から最高権力者辞めますって言わなきゃいけない背景って何だったのか。それはあの天才ハッカーでしょ、はいはい、なるほど。天才ハッカーが持ち出した恐ろしい情報を恐れて自ら辞めざるを得なかったと言われてる。なるほど。そしてそれはまだまだ序章に過ぎず、まさにこれからキリスト教、いや世界をひっくり返す恐ろしい情報が天才ハッカーから流出させられるかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第です。バッチリ決まりました。バッチリ、今日もバッチリ決まりましたね。正直あんま、あ、途中最後の方なんか客席とか見たりとかして煽ってました。乗ってはった。バチカン、バチカン。そして待って、バチカンもなんか今でしょみたいな。何ですか。塾の講師のように。でも待ってください。何ですか。決まったらなんでヘラヘラしてる。なんでヘラヘラしてる。何もあるなよ。殺すよ。仕事でしょ。仕事や。決めたんでしょ。なんで笑ってんの。いや、あんまりにもなんか珍しいタイプで、あんなにお客さん煽っていくかな。ごめんなさい。聞いてみましょう。アイリーちゃん、はい、ね、こういうちょっと難しいお話でしたか、はい、ちょっと難しすぎました。はい。ニュースとか見る？いや、アイリーちゃんニュース見ないもんね。そうですね。あ、ニュース見ないの？ニュースポリシー？違う。ポリシーじゃない。なんか楽しいことがアイリーちゃん好きやからね。でも見なきゃなと思います。うん、はい、でも見ないでしょ？はい、見ないです。伊集院さん。僕はやっぱりあっちゃんのこういうなんか知的なの好きなんでね、はい、好きなんで、アメリカとか海外のいわゆるセキュリティソフトのメーカーとかは、あの、破ってくれと、うちの堅牢なセキュリティを破ってくれたら賞金をいくら出しますよと。で、しかもセキュリティ会社だから、こう何段階かあって、例えば3段階まで破った人にもういくら出しますからって言って、一番こう絶対的なところは超セキュリティが欠けてるらしいんですけど、はいはい、なんか元ロシアとかの技術者の人はお金がなくて職がないから、はい、これをバンバン破りに来るんですって。はあ、なるほど。だけど得体の知れないやつはこれに参加しないで、第一段階第二段階のところにメッセージをポンって残して帰ってくるんですって。要は、例えば M1 だったらみんな売れたいから漫才のネタやるじゃないですか、うんうん、楽屋で全員笑わして帰ってく謎のやつみたいな。はあ、もうなんであいつ出えへんねん。コンテストには出ないのにコンテストより上のセキュリティを破って帰ってくるやつがいるんですよ。ああ、なるほど。別にお金欲しいわけじゃなくて、そうそう、だからそういうやつらが多分バチカンにいるような、バチカン、バチカン、バチカンにいるような。どっちですか、バチカン、どっちですか、どっち、バチカン。ギャグじゃねえんですよ。俺のバチカンギャグじゃねえんですよ。いや、お前のバチカンちゃう。今からですね、ちょうど15年前の8月31日に、今日イギリスの皇太子であったダイアナさんが交通事故で亡くなりました、はい、パパラッチに追いかけ回されて、はい、トンネルの中で悲劇の死を遂げましたね、はい、まあ、その交通事故死か暗殺死かと今でも言われてますね。
まあ、誰が殺したのか、はい、まあ、これからする話はですね、はい、実は私の、まあ、スパイ、元スパイの友人から直接聞いた話で、元スパイの友人、イギリスには MI5 と MI6 という2つのスパイ機関がありまして、はい、MI5 が国内担当、 MI6 が国外担当、007あるところですね。そうですね、これからする話はですね、元 MI5 の方に、国内の方、そうですね、はい、いたデイビッド・シェイラー、名前言っていいんですか。そうですね、彼ですね、彼によれば、はい、イスラエルの諜報機関であるモサド、なるほど、が関わってるのではないかと言ってます。なんでなんですか。当時はですね、ダイアナ妃はパレスチナに行きたがってました。パレスチナに彼女が行くと世界中のマスコミが当然同行します。ほうほう。イスラエルはパレスチナ自治区にいる人たちがイスラエル人からどれほどひどい仕打ちを受けているか、絶対にそれを報道されたくないんです。もう一つはですね、ダイアナ妃は対人地雷廃止運動も活発にやってました、はい、ね、はいはい、対人地雷というのは莫大なお金が入ってくる軍事産業なんですね。それは反対されたら困るんですよ。なるほど。あまりにも影響力が強いので、彼女が運動されると軍事産業に影響します。まあ決してしまえと。で、事故死というのはああいう諜報機関が一番よく使う殺し方です。で、実際にチェイラーが言うモサドと MI6 ですね、はい、が、まあ、共同して一緒になって殺したのではないかと。そういう諜報機関同士の協力はしょっちゅうありますが、ダイアナ妃が乗っていた車にぶつかった事故の原因となった白い車の持ち主は、うん、ジェームス・アンダーソンという人であることが判明してます、はい、実はそのアンダーソンはダイアナ妃をオートバイで追いかけ回していたパパラッチがいましたね、うん、その中の一人だったんですね。その車がその事故の原因となって、それにぶつかってベンツがハンドルを誤って死んだ。ところがですね、そのアンダーソンが自分の車がその事故に関わったことを不意調していたら、なぜか死んでしまったんです。いや、俺の車はあの事故に関わったんだよと、なんか自慢していると間に死んじゃった、で、報道ではですね、あれは車の中での焼身自殺となってたんですね、はい、ところが実際に調べてみると頭部が完全に切り離された状態だったんですね。それはですね、普通はですね、考えられない、警告を意味しますね。つまりこれ以上その事情を知ってるもの、事情を知ってるものをもう余計なことを話すな、はいはい、という意味で首を跳ねます。それに信じるか信じないかはあなた次第です。うわ、なるほど。1932年、まあ、今から80年前の話なんですけども、はい、ロサンゼルスでオリンピックが行われた年なんですね。その時に馬術で日本代表でロサンゼルスね、オリンピック挑戦した方がおられるんですけど、木戸俊三、うん、この方が馬術でオリンピックに挑戦されたわけなんです。今と全然馬術のルールが違うんですよ。今はこういう限られたテリトリーの中でこう飛躍してジャンプをしたりポイントを競うんですけど、その時の馬術ってもう競馬なんです。いわゆるレースなんです。もう一着で駆け抜けたやつが金メダルという、しかも過酷なレースでなんと22マイルもうおよそ35キロですね。で、その当時舗装もされてない山とか谷とか、はい、さらにそこに人工的に置いた障害とかを置いて勝負するという、一着を決めるという、それで一着が金メダルというような、もう本当に単純なレースなんですけど、はい、そこにですね、その木戸さんと同じく日本から駆けつけたこの相馬ですね、うん、これが旧軍、久しぶりの軍と書いて旧軍という馬なんですけども、こちらの馬がなんとですね19歳なんです。うわ、もう分からない人おると思うんですけども、馬の年を人間に直すときはだいたい5、6倍するんですよ。100歳いくかいかないかのような馬を連れて行くんです。さらにここからの空輸とかできませんので、当時は船で太平洋を通るしかないんです。でレースが始まるんですけど、まあ下馬評で言ったらもう着いただけで奇跡やなと、はいはいはい、しかも19歳の馬で参加するだけですごいね、うわ日本はすごいやつが来たな、わははとちょっと笑われてたんですね、うん、でスタートしたらその旧軍がぐわーっとスタート切ってぶっちぎっていくわけですよ、はい、うわすごいな、いやでもどうせ19歳の子おればバテるよバテるよって言ってるんですけど、その予想裏切って
縮まるどころかバン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 離して、結局も最後まで行くんですよ。最後の障害一つ超えたらもうすぐゴールなんで、はい、もうそれをもうみんなのがねぶっちぎってるんで、金メダル間違いないんでうわーっとなってるんです。ここで9軍馬の体力が限界を迎えるんです。ここでいきなり全身から汗を吹き出して息も絶え絶えになって、はい、もう気力だけでこう走り出すんですね。だけども観客はそんなことわからないんでうわーいけいけって応援してます。これを状況分かってるのはあのジョッキーの木戸さんだけなんですよ。木戸さん分かってるから、どこまで分かったかというと、これをジャンプした瞬間にこの馬死ぬなと思うんです、うん、走り切ってこうジャンプしてしばらくゴールまで行くかもしれないけど、間違いなくこれをやってしまうと死んでしまう、うん、だけどこの馬を守りたいけども、日本のこの名誉のためにも当時勝たないといけませんよね、はい、でもこの馬を殺してしまうことになりかねない、うん、で迷うんですけど大観衆がうわいけいけってなるんですけど、その瞬間木戸さんは馬をゆっくり降りるんですよ、観客がどういうことやと、うん、審査員と観客が何してんねん、もうそのまま行ったら金メダルやったら何してん、なんでリタイアしたんやつってなった瞬間に、その9軍という馬がここに木戸さんのここにね、うん、涙を流しながらこう顔をうずめて何度もこう頭を下げるんですよ。でその姿がもう本当に謝ってるように、ごめんなさいごめんなさいって言ってるように見えるんです。それを木戸さんはいやいやもうよく頑張ったよく頑張ったってこう抱きしめるんですよ。でその姿を見て状況も分からなかった観客と審査員がそういうことやったんかと、あそういうことで馬を守るためにあいつはリタイアしたんだな。そしてもちろんリタイアなのでもちろんメダルももらえずに、まあ、日本に帰るわけですけど、この2年後の1934年にですね、アメリカ人道協会がロサンゼルス郊外のリバーサイド郡、まあ、そこにあるルビドー山というところにですね、友情の橋があるんですけども、その美談を称える記念碑を建てた、そういうことなんですね。はい、でこちらなんですけど、これ80年前にもかかわらずその状況があるんですけど、そのちょっと右をご覧ください。情けは武士の道と日本語で、そして漢字まで使って縦書きで刻印されてるわけですよ。この後に第二次世界大戦が起こってしまうんですよ、うんうん、でアメリカからしたらもう日本敵なので、しかも日本を称えるような記念碑、しかも日本語が書かれてて、そういったものを残していくわけにはいかないわけですよ。ここで人道協会がこれは木戸さんと旧軍には罪はないので、この意識だけはずっと永遠に残しておこうということで、情けによって建てられた石碑を今度はアメリカが情けで守ると。なので今もこの石碑がずっと残っている、はい、信じるか信じないかはあなた次第です。5月の26日にアメリカのマイアミのフリーウェイで、ホームレスの男が全裸の男にですね顔をずっと食いちぎられるって、そしてそのまま射殺されるという事件があったんです、持ってたよね本人、はい、でそれでですねホームレスの男をこう食いちぎってる犯人は18分銃弾も受けながらもまた顔を食いちぎって食べてる、食いちぎってる、食いちぎって食べてる。これだけじゃなくて同じ時期、まあ、ちょうど5月6月ぐらいです、うん、アメリカで同じような事件が多発してるんです。5月29日メリーランド州で、6月2日がルイジアナ州で、6月12日がニューヨークですね。そして6月14日が同居人の愛犬を噛み込む、わーすごいな。こういう事件が今年いっぱい起こったんですけども、これ容疑者捕まえてみると全員バスソルトというあの脱法のなんか薬、あ、はい、それを使っていたというふうになりまして、ゾンビドラッグ事件と言われているんです、はい、でここまではネットとか報道で全部出てます。へ、しかしですねしばらく経って警察側がバスソルトだって言ったにもかかわらず、途中でこれはバスソルトではありませんでした、これは大麻です、はい、大麻を吸ってこうなったんですというふうに変えてきたんです、はい、でも専門家たちに言わせると、うん、大麻とかマリファナを吸ったところでこんなことにはならないと、うん、じゃあ大麻だったらなぜその場で射殺するのかと、うんうん、で実際、ホームレスの顔を食いちぎられた人も死んではいません、今も治療中です、うん、なのに警察はその場ですぐ射殺をしたんです、うん、でこれは明らかに何かの秘密を隠蔽しようとしてるんではないかと、あららら、で実はですねアトランタにCDC というこれはあの病原菌とかウイルスとか、うん、そういうのを全部管理してるところ、はい、ちなみにここはあのアウトブレイクって映画ありましたよね、はい、ウイルス あれの舞台のなってところです、うん、これがアトランタにあるんですけど、ここの機関がなんと5月の頭にホームページを使ってあることを促すんです、うん、
要はゾンビに対する備えをしてください。じゃあもう分かってたみたいな。うん、そうなんですよね。何やねゾンビに対する注意で。しかし CDC の発表した警告は実はゾンビになぞらえて感染症に注意という警告だったんです。そしてこの警告の後にアメリカ各地でゾンビ事件が増加したんです。これが出したのが5月の中旬ぐらいですよ、はい、で事件が起こり出すのがこの後です。5月の終わりから6月なんです。まるで分かったみたいな感じ。はい、怖い。実はこの CDC というところはいろんな感染症とかそういうのも研究してますけども、軍事的な細菌兵器とかそういうのをちょっと、研究してると噂があるところなんです。なぜさそれが出てしまったかというと何かの拍子に人間をゾンビ化してしまう薬ウイルスそういうのがここから漏れ出してそれを服用した人がどんどんゾンビ化してってこういう事件を起こしていくんではないかと。じゃあなぜ人間をゾンビ化しなきゃいけないかというと今戦争に行ったりするとだいたい化学兵器とか最新の兵器で戦って人間はそんなに戦いませんよね。でもここぞという時はやっぱり人間が行かなきゃいけないんですよね。要はランボーみたいな人間が必要になってくるんですよね。乱暴みたいな人間ということは怖いもの知らずのもう自分自身で人を食べれるようなそういうゾンビ化するやつが必要になるんです。それでそういう薬を開発したのが漏れてしまってどんどん出たんじゃないかと。なるほど。 CDC では軍事用の細菌兵器の研究を行っているという噂もありもしかしたら人間をゾンビに変えるような恐ろしい細菌やウイルスが漏れてしまったために感染症をゾンビに例えて警告をしていたのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。実際ですね、亡くなってますから、1966年に、はい、ウォルト・ディズニーさんが他界なさってるんです、はい、だけど、はい、その時の、葬儀の映像とか未だにお墓は公開されてないんです。で葬儀も身内だけが来て行われてるんです、うん、でもその時に死体がないんです。あ、お葬式した時に、お葬式した時に死体がないんです、はい、実はウォルト・ディズニーは未だに生きてるんです。それはどうやって生きてるかというと、はい、冷凍保存されてるんです。へー。でディズニーが実際にウイルス性の病気にかかってるのは、確かな話なんです。で現代の医学ではもう治る病気なんですけど、はい、当時の蘇生技術なんで、はい、解凍しようとすると 75% の確率で蘇生はできるんです、はい、だけど 25% の確率で蘇生することはできなくて本当に死んでしまう、はい、だから今は蘇生をしないんです。だから当時は医学の進歩を待ってたんですけど、はい、今は科学の進歩を待ってる段階だそうです。じゃあもしかしたらあと10年後20年後30年後に 100% 大丈夫やってなった時に初めてディズニーが回答する、はい、だから未だに世界のどこかでちゃんと冷凍保存されているらしいです。はあ。で昔からなんていうんですかそういう世界的に、まあ、ヒトラーとかアインシュタインもそうですけど、はい、死体は絶対に保管するんです。世界的に有名な方、はい、でその中の一人として、まあ、世界で第2号目で冷凍保存されているらしいです。なんでウォルト・ディズニーを保存するんですかね。アインシュタインやったらこの脳がね、脳とかありますけど、いろいろ分かる。多分本人の意思なのそれは。はい、本人の意思で、本人の意思で死ぬ間際にすごい占いの方かなんかに早死に早死にするって言われるんですよ、はい、ウォルト・ディズニー、はい、それから死に対してすごい恐怖心を持つんです、はいはいはい、だから友人のお葬式とかにも参列とか一切しないんです。はい、それはあれやね、白雪姫とかそういうのと一応白雪姫とかなお姫さんがなんか森で眠ってはって、はいはい、あれとかと一応それに真似してとか違うのじゃないんですけど、トム・ソーヤトム・ソーヤありますよね、はい、トム・ソーヤで物語覚えてる人いたら嬉しいんですけど、はい、自分の葬儀を見るっていう話があるんです。ありますね。でそれをやったんじゃないのか、まず生きてる段階で葬儀をしてるっていうの。あ、その時は冷凍保存もされる前で、前で生きたまま自分の葬式をどっかで見てた、見てたっていう話もある。いやこれすごい。服部半蔵の正体って知ってますか？ちょっとね、はい、知らないです。徳川家康が、天下取りましたよね、うん、で、徳川家康がじゃあなぜ天下を取れたか、これ分かりますか？関ヶ原の戦いで勝ったから。いやそうじゃないんです。天下を取る人っていうのはやはり世界で最初に何かを成し遂げてるんです。で時代戦国時代で天下を取るって容易なことじゃないんですよ、はい、で徳川家康もやっぱり世界で一番最初にあることをやってるんです。それはスパイ
正解です。徳川家康は世界で一番最初に特殊部隊を作ったんです。だから今ではアメリカでさっき言った FBI とか SWAT とかそういう特殊部隊ありますよね、うん、でも世界で一番最初に作ったのは徳川家康。世界で一番です。忍者部隊なんです。忍者部隊っていう暗殺部隊を作ったんです、はいはい、それまでは忍者とかおれへんかったの？その形上にはいるんですけど、幼少のもう物心ついた時から忍者の里っていうのを作り出して、暗殺だけのために、目的のために、人を殺すだけのために集団の村を作ったのが初めて。村を作ったのは初めてなんです、はい、その顔がバレないように顔を刻んで最後死んでったりとかもするじゃないですか。そういう暗殺部隊を作ったのが徳川家康なんです、はい、その長が服部半蔵なんです。で、徳川は天下取ることができたんで、その褒美として半蔵門って今でも東京にありますね。あの名前をいただいたんですよ、地名を。で、もう服部半蔵は名前をいただいて嬉しいですと。でも私はこれだけじゃなく、実はもう一つだけ相談がしたいって言うんです。それは私を自由にしてくださいと。忍者の部隊で、特殊部隊でずっとやってきましたけど、後世もう天下取られた後は自由にしてください。そして全国を旅に行かせてくださいって言うんです。それで全国、そうなんです、全国旅に行くんですよ。その時に使った偽名が松尾芭蕉や。あ、そっか。だから松尾芭蕉は今でも言われてるんですけど、言われてるよな。あの年で、あの速さで日本を回ることはまずできないんです。1日に400キロ歩くんです。そんなのは元忍びじゃないと絶対できないんです。奥の細道っていう本を書くときにいいでしょ、はい、そうです。俳句とか書くときに。で、奥の細道もそうなんですけど、俳句とかをメインであの人は実は回ってたんじゃないんです、うん、あの人が一番世の中周り日本全国に広めたのは何か、それがあの童謡のかごめかごめの歌なんです。全国で歌って残していったんです。埋蔵金のありか。つながりました。天下、はいはい、素晴らしいですよ。ありがとうございます。あ、そう、はい、だからあの時代日本もあるじゃないですか。で、今と日本って全然形は違うんです。藩が変われば国と一緒なんで、その全国世界旅行とかいるもんな。そうなんです。あんな全国のフリーパスを持ってるのはもう徳川ゆかりの人じゃないとダメなんです。昔からよく言ってますもんね。その、あ、そうな、松尾芭蕉はスパイっていうか忍者っていう説が昔からあったんですよ、はい、それが服部半蔵とは。服部半蔵で、まあ都市伝説ですけどもね。はい、まあ都市伝説ですけども、はい、いや、まあちょっと説得力のある。いや、正直花村純よりも全然いいよ。いやいや、じゃあですね、じゃあね、まあ、先日世界中でも波紋を呼びました、アメリカ政府による携帯電話の盗聴疑惑。あ、はい、ドイツのメルケル首相の携帯電話も盗聴されていたのではないかという、まあ、こういうニュースが出ると一国の首相レベルの話で、まあ、僕たち一般市民には全く関係ない話なんじゃないかと思いがちなんですが、うん、僕らのその個人情報やそうしたプライベートな情報なんかも知らず知らずにチェックされているという話なんですね。例えば身近な例で言いますと、とある検索サイト、はい、その時のトップページに出てくる広告、はい、なんか何も登録したわけでもないのに、なんか自分が今欲しいものとか探してるものを、なんかかつて探してたものが出てきて驚かれたことある人って思ういると思うんですよね。わかる、わかる、わかる、はい、あれもその検索の今までのワードをこう機械が見て、でその人の好みに合ったものを出すようなシステムになってるんですね、はい、そしてとある大手のビデオレンタルショップ、そこの契約内容にはこの情報を他でも使いますよという文言が実際に書かれてるんです。当社では会員の個人情報、他の情報により容易に個人が照合できず、特定の個人を識別できない、加工にして個人情報には当たらないデータとして当社が適切と判断した企業に提供することがありますと書いてるんですもんね。他の企業にあなたの情報を回しますよと、いや、そうですよね、契約内容に書いてあるんですよ、はいはい、我々その読まないじゃないですか、はい、もう同意するんですよ、チェックするから。そして今回その個人情報の漏洩で最も危惧するべきものは、はい、世界でも特に人気の高いそうとあるソーシャルネットワークサービスの、はい、顔認証という機能があるんですね、はい、それが今世界中で物議を醸しています。どういうこと？これどういう機能かって言いますと、アップされた写真に写る人物の顔にタグ付けをします、まあ、例えばこれは私平子の顔ですよと登録をしますと、はい、その顔のデータがデータベースの中に残りまして、また別で新しくアップされた写真の上に自分の顔が残ってますと、それが自動的に解析されて
あなたの顔がまたアップされました、タグ付けをしてくださいというのがユーザー側にこう提示されるんですね。で、まあ、これはもちろん個人情報を漏らすためとか何かを監視するためのものではなく、うん、まあ、そのユーザーにより良いサービスをということでできたシステムなんですが、うん、これがもし悪意を持ったハッカーのような人物がその膨大な顔のデータを公にしてしまったらどんなことが起こりうるかといいますと、例えば外を歩いてた時にあの女性可愛いなと、うん、こっそりと顔写真を撮ります、うん、でそのソーシャルネットワークサービスの中で検索をかけた時にその人の名前、そして職場、生活行動範囲内が公になってしまうんですね。でさらにその写真自体にですね、位置情報がついていた場合、その人が今まさにどこにいるか、そしてどこに住んでいるかがはっきりと手に取るように分かってしまうんです。でこれが今問題になってますストーカーのような犯罪を誘発する恐れがあるんですが、今僕はこっそりと誰かの顔を撮るって言いましたけども、まあ、我々のような顔を公に仕事をしているような人の場合、まあ、女性でも、ね、女優さんだってタレントさんたくさんいらっしゃいますけども、その人たちの顔はこっそり撮る必要もないですよね、うん、どっかのサイトからも顔を勝手に抜き取ってきて検索をかけて、もしもその顔がデータベースの中に情報としてあったら、もうその人が今どこにいるか何をしているかというのが全て情報が丸裸になってしまうんです。でも住所で孫とかも、ね、一気にすればデータに載ってたら、はい、全て公に公開されてしまう恐れがあるんですね、まあ、こうソーシャルネットワークサービスというのは非常に使い方次第では便利なものなんですが、自分の個人情報というものは今自分がしっかりと守るべき、そんな時代に差し掛かってきたのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。ここ最近やっぱり皆さんも目にする機会多いと思いますけど、中国人観光客の方、はい、日本に来る、本当に多い、はい、まあ、中国の富裕層と言われる、はい、お金持ちが、はい、まあ、日本にやってくるっていうのが、まあ、ステータスになってるっていうことで、うんうん、その日本に来る富裕層の中でも特にお金持ちの中国人の人が通うという、はいはいはい、ラーメン屋さんっていうのがあるらしいです。どこ、はい、これが都内にあるんですけど、一見もう本当汚くてもう普通は入らないよ、はいはいはい、お店らしいんですけど、そこの人気があるメニューってのがあって、はい、注文の仕方もちょっと独特で、まあ、基本はそれ裏メニュー、うん、一般の人は分からない、はい、で頼み方がある、決まってんねや、はい、ラーメン一つと餃子二つって頼む、うん、それが裏メニューの餃子一人前とかじゃなくて、うん、餃子って個数で頼まないものじゃないですか。でもラーメンと餃子2つくださいって言うと、うん、しばらくするとラーメンだけ出てくるんです、はいはい、で餃子2つは3ヶ月後にお出ししますって、はいはい、言うんです、はい、これで3ヶ月後またその人が行って3ヶ月前に餃子2つ頼んだ丸々ですけどっていうふうに言うと、はい、お待ちしておりました、はい、って言って、はい、餃子2つお皿に乗せて出てくるんです、はい、だけどそれが人間の耳なんです。これは、はい、いわゆるそういう会社の社長さんだとか裏社会の権力者が頼む闇の商売人のお店なんです。暗殺を頼むわけ、まあそうですね、復讐だったり暗殺を依頼する仕事しましたよっていうことの、それが暗号というか、だから限られた本当に一部の人しかそれ知らないし、そういうメニューが存在するっていう。でこれまあ一説には値段はうん千万とかいろいろ言われてるんですけど、はいはいはい、確実に仕事しましたよの証拠や、いわゆる餃子2つが、はい、左右の耳が出てくる。そう、まあ信じるか信じないかはあなた次第。やばい。オウム事件といえば、まあ、17年前に、遡ってしまうんですけど、はい、今年の6月に、相次いで元オウム信者の菊池直子容疑者、うんうん、高橋克也容疑者、うん、逮捕されましたが、ね、旧オウム真理教の教祖松本智蔵死刑囚、うん、刑が確定してからもうすでに6年経っているんですが、うん、なんで実行されないんだと。刑を執行するよりもですね、もうちょっと国家的にあるいは司法的にメリットがあることが
実はあるからですね。それはですね、この松本サリン事件、地下鉄サリン事件の先にですね、まだまだ恐ろしいシナリオが待ち構えていたというものなんですね。でこれはですね、オウム真理教の当時のですね、計画した人間たちがですね、かの北朝鮮軍と組んで首都壊滅を狙っていたというシナリオなんですよ。即座にこの日本にやってこれる地点からですね、北朝鮮軍が上陸を計画していたら、オウムがですね、先遣隊となって毒ガスサリンで首都の壊滅をする、首相官邸、警察の中枢たる霞ヶ関、これらの機能を全部サリンで麻痺させる、それで首都の機能が全滅、壊滅したところに間髪を入れずに北朝鮮軍が秋田県のから侵入してくるんです。もうそこはもうそこまで情報は入ってるんですか？情報入ってます。一番近いのと北朝鮮の工作員がですね、必ずと言っていいぐらい、まあ、訓練も含めてですけども上陸して、さまざまなスパイ兵器、それから乱数表、通信機器などを浜に埋めてはですね、日本に上陸してくるという、まあ、最大重要地点なんですね。そしてその首都壊滅がなされた瞬間に北朝鮮軍が入ってきて東京を占拠してしまって、南下してくる、北上してくる自衛隊とですね、戦火を交える計画があった。じゃあそのオウム真理教と北朝鮮でそういうふうな話し合いとかそういう連絡とかが常にしてたわけなの？その通りです。まあ、覚醒剤の生成等でですね、密接な関係が当時あったので、そのようなシナリオが敷かれていてですね、本当に秒の差でですね、それが行われていたら一触即発、首都が壊滅した時に、北朝鮮軍が首都を占拠して、それだけではなくて、そうなった暁にはですね、アメリカ軍と韓国軍が軍事介入する、軍事介入すると北朝鮮軍だけでは賄えないかもしれないという危惧があって、当時の北朝鮮はですね、バックにしていた中国に軍事的な応援を要請する。そうなるとですね、四つどもえの軍の戦いがこの我が国日本で行われて、まあ大戦争、大惨事、そして日本が焦土と化す。じゃあオウムにどんなメリットがあるのかというと、まあ朝原こと松本死刑囚はですね、かねてより、まあ予言として言っていた最終戦争であるアルマゲドンというものが地上に出てくるんだと、この日本に出現するんだということが的中するという。でまあこれ、このような情報を引き出すためにですね、刑の執行が未だになされていないという話、信じるか信じないかは皆さん次第です。いやー、僕が知ってんのはずっと、お前誰やねん、何古いタイプのデカには見える。確かに新聞記者でしょ、新聞記者。ほら、ラジオ会社が帰ってきた時に、はい、一斉に警察官がダーッて日本海側並んだの、うん、並んだ人があるポイントポイント、うん、でなんでやねんと、なんで急に警察がここにおんねんっていう、日本海側のあるポイント、うん、今までは公安やったと、うん、でそれがもうオープンにどんどんなってしまったから、もう警察やねん、警備する、警備するのがもう警察が管理するようになったんやっていうポイントがずっと日本海側には点々とある。あれ島根県の方の日本海側って大丈夫やったんですか？鳥取、大丈夫ではないです。大丈夫、大丈夫じゃないですか？大体ですね、覚醒剤が密輸入される地点というのはですね、日本海側だけで100カ所あるんです。でそこには覚醒剤入ってくるぐらいだから人間が一緒になって入ってきますよね。そうするとどこでも入れるという、まあお国のですね、この国のですね、様相なんですよ。でもその外事警察というか公安と言われてる方は一応把握していると。把握してます。すごいですね、なんかこの我々の知らないところで。
これはあまり知られていないことなんですけれど、実はかつて日本から北朝鮮へ簡単に出入りできるルートがあったというのはご存知でしょうか、はい、というのはあの在日北朝鮮人がこう里帰りをしたりですとか、ビジネスの所要で出入りするというそういう需要があるんで、こう旅行会社が北朝鮮専用の旅行会社というのがあったんですよ。それは日本人の観光客でもかつては利用することができました、うん、そうですね、8年ぐらいは前になるかと思うんですけど、はい、私もそうした旅行会社を利用して4泊5日の25万円のコースでビザとチケットの手配をして潜入取材をしました、はい、まあ、北朝鮮の生の姿を見たいなということで、行動の人間だということを隠して観光客のふりをして入ったんですよ。入国は中国の瀋陽を経由して、そこで小型のプロペラ機に乗り換えて平壌国際空港へ入るというルートだったんですけれど、空港に着きまして入国審査を終えてロビーに着きましたら、耳元で声をかけられたんですよ。石原様ですね、お待ちしておりました。非常に流暢な日本語だったんですよ。黒ずくめの男と女が2人立っておりまして、はい、あなた誰ですかっていう話を聞いたら、ええ、現地の旅行会社のガイドと通訳でございますって言うんですよ、はい、で言われるままに建物の外へ出ましたら、ピカピカに磨かれた車が止まっていまして、うん、これにお乗りくださいと、はい、いやこれ何ですかっていう話をしたら、いやもう私たちが今回の石原様のご旅行を完全にサポートさせていただきますと。ツアーみたいに何人かおったわけじゃないんですか。え、もう私一人単独で行くという形でした、はい、え、ともかくまあ仕方ないので車に乗りましたら、はい、なんかちょっとおかしなことに、例えばある博物館見学ということになりますと、前にピタリと車を止めて、はい、そこからもうすぐ建物入ってください。で広いのでいろいろ見学したと別の出口に出るんですけど、そこにもうピタリと車が止まっていて、またすぐ乗るということ、うん、でまた次の観光地、うん、これあんまり余計なものを見せたくなくてこういうことさせられてるんじゃないかなと、ね、というのはその例えば街中のちょっとした風景ですとかそういうものも普通にカメラで撮ってますと、ここは撮っちゃダメです、うん、ここではカメラをしまってください、そういうことがもう非常にたびたびあったんですね、うん、あるところにキム・イルソンの黄金に輝く像というのがあったんですよ、うん、でこれはもうちょっと絵になるから写真に撮って編集部に持っていこうと思って近寄ろうとしたら、これは近寄っちゃダメです、ここで見てください、うん、でも聞こえないふりしてパーッと近づいてパチパチ写真を撮ったらですね、はいはいはい、なんとそれコンクリートに金色のペンキを塗っただけの像だったんです、ね、でも強い光でライトアップしてるんで、もう遠目にはまるで金属、あ、金で作ったみたいに見える、ね、こういう感じなんですよ、全て北朝鮮はなんていうかハリボテの街といいますか、なんか映画のセットに入ったような、表から見ると綺麗なんですけど裏もチープな作り物という感じで、まあそうこうするうちにホテルチェックインの時間になったらしく、まあホテル行きましょうということになったんですけど、ここでもまたおかしなことがありまして、チェックインの手続きをしてましたら、この通訳の女が横で同じことをしてるんです。あれあなた何してるんですかと聞いたらですね、この4泊5日のご旅行、私も石原様の隣のお部屋に泊まりまして全てのお世話をさせていただきますと。それで私夜を待ちました。夜女が寝静まって、そうすれば一人で出て街中の取材できるんじゃないかなと思ったんですよ、はい、で音を立てるとまた女出てきてどこ行くんだとか厄介なことになるなと思った、はい、そーっとライトを消して、もうちょっと立て付けの悪い古いドアだったんですけども、そーっとドアノブ回してゆっくりドアを開けたらですね、目の前に女が立ったんですよ。そんなもうあーってなんかちょっと変な声出ちゃうぐらいで自分でも、はい、でもその女はもう薄暗がりの廊下の中でじーっとこちら見て、こんな夜分にどうなさいましたか。でもう私はもうびっくりしちゃって、ね、固まって何にも言えなかったんですけど、はい、ったら言ったんです、うん、お部屋には監視カメラもございますから石原様の行動は手に取るように分かるのです。ってもう思わずびっくりして聞き返したら、もう本当に無表情のまま、今のは冗談でございます、とても冗談とは思えない。全然じゃないですよ。それで行動制されて、でもまあやっぱり身分隠してはいても取材で行ったんで、まあ、どうにか隠し撮りまがいのこともしながらいろいろ写真を撮って、でまあネタを掴んで
帰国の途についたんです。で、まあそれで日本に無事に帰国することができたんです。で、東京へ着きましたらすぐにもう出版社に行きまして、はい、まあ、30数本はあったと思いますけど、まあ写真撮影したフィルムと、あと現地で入手した資料ですね、現地で流行ってるという映画ですとかの VTR 等と、そういうものを一式出版社に預けに行ったんですよ、うん、そのフィルムと資料一式が忽然と消えてしまったんです、ただその、まあ、我々ジャーナリストにとってそれがもう命の次に大切だっていうことはもう当然出版社の人間っていうのは痛いほど分かってますから、はい、そういうものを紛失しないように二重三重チェックするようなシステムちゃんとあるんです、うん、なんかなんで消えてしまったのかという、はい、フィルムに北朝鮮とて不都合なものでも映っていたのか、それを隠蔽するために何か大きな力が働いたのか、うん、まあ、真相は闇の中です。へー、信じるか信じないかはあなた次第です。いや怖い話です。お化けとかそういうものも怖いけど、単に人間同士やからもういっちゃん怖いよね。いやそれは怖いな。天功さんもね、あの私の場合はあの公式と非公式というのがあって、はい、公式で行われたものはあの日本に帰ってきてもお話ししていいということなんですけど、非公式のものは死ぬまで喋っちゃいけないって言われて、ここで言われてる帰ってきて、例えばだから日本酒の匂いするわ。なんか犬をなんかプレゼントされたとか。はい、あの豊かな山の犬ってプーサンケっていう天然記念物ですね。ですね、真っ白のワンちゃんで、トラをも倒すワンちゃんだから守ってくれるからって言っていただきました。トラも倒すワンちゃん。そうそうそう、なんかそのなんかお部屋でホテルの部屋でいるわけじゃないですか、はい、先ほどの、ね、石原さんの話じゃないけどちょっとこう扉を開けたらいてたとか、はい、そんなんはないんですか。あのわりかしあのちょっとあのしばらくすると慣れまして、あの喋ったことがあのみんな伝わってるっていうので、あケーキ食べたいなって言うとケーキが出てくるから、ケーキどうしてよ、部屋で一人でケーキ食べたいなって言った感じ、ここに出てくる。宮崎駿監督、はい、先日、引退表明されましたけども、はい、最後の作品が風立ちぬ、はいはいはい、この風立ちぬの主人公、はいはい、航空機設計技師の、堀越二郎さん、はい、もうあの戦闘の中盤までは世界最高峰と言われたゼロ戦の設計者でございまして、であの天才と歌われた人ですけども、うん、なんとこの堀越二郎さんが UFO の研究もしていたんです。はい、実際ねこれ、証拠もございまして、円盤型の飛行機の飛行の可能性としてこれ書かれた文章が残ってるんです。実物、ほんまもの、実物ですこれ、はい、アメリカの方で事件がございまして、それがアーノルド事件という事件で、1947年に起こったセスナに乗った実業家ケネス・アーノルドが9機の未確認飛行物体を目撃した、はい、これでまたこの事件でアメリカの空軍が実際に調べて動き出すんですよ、はい、この9機の飛行物体を、はい、でも途中で捜査を打ち切るんですね、うん、でこれについて堀越さんがアメリカ空軍が証拠を隠滅するためにあれは嘘やったと、何か心理的な現象であの UFO を見たんだとして、あなるほど、それで事件を隠してしまうんです、はいはいはい、でも堀越さんはこれはちょっとおかしいとして、うん、さらにこれで調べ出すんですけども、うん、その仮説を、うん、堀越さんは立てます、はい、12個の仮説を立てるんです、うん、はいはい、3ページ目だけ抜け落ちてしまうんです、今なくなってしまってるんです、はいはいはい、なぜこれ3ページ目だけがないんだと、でこの3ページ目に UFO の正体が隠されてるんじゃないかとして、うん、UFO 研究者の間でこの3ページ目が見たいと、はい、今されているんですけども、うん、じゃあ2ページ目には何が書かれてたか、はい、2ページ目の最後このような一文が載っております。最後の12番目以外は空軍報告の心理学上の物体である。へえ、1から11番目までは空軍が言うように確かに心理学上、心理上の物体であった。アーノルドさんがなんか見てもうたと、はい、心理的になんか、うん、はい、でも最後の一つの仮説は UFO の正体が隠されてたんじゃないかと。なるほど。それが書かれてるのが3ページ目やったんです。その3ページ目だけ未だに見つかってないんです。これがアメリカ空軍が隠したのか、また GHQ が
隠蔽したのか、この辺はちょっと分かってないんですけども、この UFO 文書の中で結論付けてます、はい、円盤型の飛行機は人が乗っては飛ぶことはできないと、しかし飛行型の爆弾であれば製造可能だと、この8枚の文書の中で記してるんです、はいはいはい、3ページ目には一体何が隠されてたのか、はい、UFO の設計図が隠されていたのか、信じるか信じないかはあなた次第です。まず1枚の写真をご覧いただきたいと思います。あれこれが中学時代の僕です。この当時僕非常にガリ勉でして、ついたあだ名が滝蓮太郎。僕の中で滝蓮太郎っていうものは、まあ辛い過去ではあったんですけれども、今回真剣に調べてみまして、代表曲っていうと、まあ工場の月、その工場の月を作った作曲家、それぐらいの認識だと思うんですが、実はもっとメジャーな曲作ってるんですよ。例えばハトポッポ、あと雪やコンコン、そういうすごくメジャーな童謡も作っているにもかかわらず、じゃあ雪やコンコン作った作曲家だよね、ハトポッポ作った作曲家だよねって我々が知らないのはなぜなのか、はい、これには理由があるんですよ。ハトポッポの歌、でポッポッポハトポッポ、豆が欲しいか空やるぞ、そういう曲ですよね、1901年に滝蓮太郎が作ったハトポッポ、これまず聞いていただきましょう。さらに言えば雪やコンコン、雪やコンコン、はい、あられやコンコン、そうですよね、やっぱみんな口ずさみますよね、はい、その雪やコンコン、滝蓮太郎が1901年に作った曲はこちらです。違いますよね、何でしょう。じゃあなんだ、タイトルが似ている、違う曲じゃないかって思うかもしれませんが、そうでもなさそうなんですよ。比較してみたいと思います。すごく似てません？似てる。ドア玉がポッポポッポで始まるあの曲運びで、実は今知ってる我々の方のハトポッポってタイトルハトポッポじゃないんです。お前ハトやな。ハトなんです。雪やコンコンでも似たような感じなんです。雪なんだ。左が雪やコンコン、右が雪。ただ歌詞のドア玉の入り見てください。ほとんど同じ曲ですよ、ね、左の滝蓮太郎作曲の方が1901年、はい、右の曲が作られたのが1911年。うわっ、10年後や。なんと10年後に歌詞とメロディーを少しだけ変えて、曲が作り直されてるんです。なんで、なんで滝蓮太郎ふざけるな、これ俺の曲じゃないかってなるじゃないですか、そうならなかった、いやなれなかった。あ、滝蓮太郎は書き換えられた数年前に23歳の若さで死んでるんです。誰や書き換えたやつ、誰だ作曲者の欄、今どうなってるのか見ましょう。左は東久米という方と滝蓮太郎の2人で作ったものです、はい、それが10年後書き換えられた時には作詞作曲ともに不明とされてる。なんで、なぜなのか、そして滝蓮太郎はなぜ死んだのか。いや死ん、え、そこも関係あんの。これそもそもなんですけれども、子供たちのために曲を作ろうっていう動きがある時あったんですよ、国がでしょ、国で、はい、で文部省でですね、一生懸命子供たちのための曲っていうのを考えてたんです、偉い人たちが、ただその作った曲がどうしても堅苦しくて、なんかちょっとしっくりこなかったんですよね、心は他局幼稚園だったんだよ。これをね、幼稚園児に歌わせようとしてたんですよ。もののふと、これはピンときませんよね、子供たち、はい、こんなお偉いさんが作った曲受け付けなかったんですよ、そこへ現れたのが若き天才作曲家滝蓮太郎、彼の作るポップな曲がどん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 評判を呼んでくる、はいはいはい、そこでメンツを潰されたのは文部省なんですよ、ちょっとなんだ、我々の作った曲よりあんな若造が作った方がなんだか流行ってるんじゃないか、そうなったかどうか分かりません。ただ文部省は滝蓮太郎という才能を日本から追い出すように単身ドイツに留学させるんです。あ、留学したの？
じゃなくて留学しろって言って留学させる国が、はい、留学先で滝廉太郎はなんとたった4ヶ月でその当時不治の病結核にかかります、うん、そして数年後その結核を原因に死んでしまうんです。そして滝廉太郎の残した楽譜は結核菌がついているかもしれないという理由で壊されます。さあ滝廉太郎がドイツへ行ったのは文部省が本当に追い出したのか、うんうん、追い出した先で滝廉太郎が結核になったことすらも文部省の仕業なのか、うん、それを確かめる術はもうありません、うん、ただ滝廉太郎は我々にメッセージを残していた、ね、うん、滝廉太郎死ぬ前の最後の作品聞いていただきたいと思います、はい、それまでポップな曲を作っていた滝廉太郎とは思えない非常に悲しい歌、はい、この歌歌詞はありません、タイトルだけがあります。そのタイトルがこちら、立身弁に感じるの感、読めませんよね、これの読み方は、はい、恨み、信じるか信じないかはあなた次第です。いやすばらしい話ですけど、あの何個かちょっとすっごい鼻についたんですけど、ね、鼻につかないし、いやなんか、ね、さあとか、リズムですよ、リズムのサメリのなさらっとね説明してくれたらあるけど、そこに若干3割ぐらい名探偵を気取ってるんですよ。まあ、一番後期とされてる家紋っていうのはもちろんその皇室の菊の紋なんですね。だからその次がですね、あの霧の紋というもの、まあ、見たことあるか、あるあるある、はい、まあ、いわゆる戦国武将の三英雄秀吉が使っていた紋なんです。あ、そうなんや、はい、でこの紋って非常にですね位が高くて、秀吉がその歴史上初めてですね武将の中で天皇家から紋をいただいたんです。へえ、この紋でして、いわゆる秀吉の紋をですね今この日本で公式に使っている人がいるんですよ。それが誰かと言いますと、何を隠そう、総理大臣ですね。じゃ全員見てるよっていうのをね一回知っといてほしいのが、硬貨500円玉ですね、しっかり入ってますよね。日本人は必ずこの霧の紋を見たことがあるんです。まあそのじゃあちょっとおかしいなと思うわけですよ。徳川が倒れて明治維新が起こった後に、まあ新しい政府ですよね、新しい日本の政府のトップがその2個前の豊臣の家紋を使う、これちょっと不思議じゃないですか。逆に言えば縁起が悪い。ここで深い意味を読み取ることもできるわけですよ。どういうこと？つまり今の日本政府、いわゆる明治政府からの流れですよね、うん、その明治政府ってじゃあ誰たちだったんだって考えたら、初期の頃の総理大臣は、まあ、主に2つの藩が担当してましたよね。薩摩と長州ですよ、うん、薩摩と長州がその日本の初期の総理なんです、うん、じゃあその薩摩と長州の人たちってどういう人たちなのって考えたら、関ヶ原の戦いで、まあ、徳川軍とその豊臣軍が戦った時に豊臣が負けて徳川が勝ったから江戸時代がスタートした、うん、じゃあ負けたその石田三成が率いてた豊臣軍の中にはどういう武将がいたかっていうと、薩摩、いわゆる鹿児島の島津家、山口、長州の山口家の毛利、この非常に有力な毛利と島津っていう薩摩と山口の武将が負けた豊臣の軍の家臣だったんですよ。だとしたらですよ、信長が裏切られてそれを敵取った秀吉が天下を取りかけたけれど結局負けて、家康が天下太平を
取ったんだと思ってましたが、その家康に負けた部下たちは300年の間恨みを忘れていなかったと。そうなんだ。300年越しに復讐したんですよ。明治維新っていうのは豊臣の300年越しの復讐だとしたら、それで徳川を倒して、さあ新しい政府が始まりました。その時のマークが豊臣のマーク。信じるか信じないかはあなた次第です。今回話しさせていただきますのは、日本の隣国にある、某北の国ですね、はい、ここのところで一つ噂になっている都市伝説のようなものがあるんですね、はい、日本ではですね、今ものすごく麻薬っていうのは増えてきているんですね。で、単純に例えば去年と今年比べて空港経由でですね、日本に入ってきている麻薬の量っていうのは倍になってるんですよ。でも本当に年々やっぱり増えてきていまして、日本っていうのは海外に比べて、麻薬に対する取り締まりの法律って、ね、非常に軽いんですよ。同じアジアで言えばですね、はい、マレーシアであるだとか、シンガポール、そういった国々っていうのは数十グラム持っていただけで、はい、それ持ち運んだだけでですね、捕まったら死刑宣告が出て、死刑、そうですね、場合によってはですね、その1週間後ぐらいに、処刑されてしまうっていうようなことがあるんですね。ですけども日本の場合っていうのは軽いわけです。で、海外では麻薬が売れれば売れるほど誰が儲かるかっていうと、その政府に対して反対している反政府ゲリラであるだとか、そういったところは儲かるんです。その反政府ゲリラが軍事品を買うために麻薬の取引をして、でそれで儲かったお金で戦争をしているわけですね。だからやっぱりその国としては厳しくしない限り、戦争がずっと続くことになってしまうわけですよ。だからやっぱり本当の少しの、量であってもそれを死刑宣告せざるを得ないわけですね。じゃあ外国人がどこの国に対して麻薬を持っていこうかというふうに考えたときに、当然死刑になってしまう国よりも罪の軽い日本に対して持っていった方が安全だし、特に日本はお金持ってますので、儲かるって考えるわけですね。その麻薬というのは一体どういったようなものが日本に来ているのかと言いますと、大きく麻薬で2つに分かれるんですね、まず1つがアッパー系と言われているコカイン覚醒剤ですね。で、ダウナー系と言われております、マリファナヘロイン。でこれどう違うかと言いますと、アッパー系というのは吸引したり、注入したりすることによって非常にテンションが高くなるわけです、はい、元気になるんですね、例えば2日3日寝ないでですね、はい、ずっと遊び狂ったり仕事をしたり、そういったことができるものなんですね、うん、ダウナー系っていうのはどちらかというとグデーンとしてしまう、つまりお酒で泥酔したような形になってしまうんですね、つまり効力が全く違ってくるわけです、はい。で、じゃあ日本でですね、どっちが流行ってるのかと言いますと、はい、これは覚醒剤、つまりアッパー系の方なんですね、うん、例えばスラムだったりそういったところでは麻薬をやってる人たちは結局普段はデレーンと麻薬をやってデレーンとして、でお金がなくなったら例えば車を襲ってですね、お金を取ってしまう、あるいは泥棒してお金を取ってしまう、でそれでですね、結局そのお金を自分で手に入れて麻薬をやる、はい、そういう構造になってるわけですね。日本は日本で犯罪、例えば強盗をやるだとか、それやったらすぐ捕まってしまうんです、はい、つまり麻薬をやるには自分でお金を稼がないと、買うことができないわけですね。でそうすると結局働かなきゃいけないわけです、はい。でそうすると働くためにはダウナーのつまりデレーンと捨てるようなものっていうのは冗談じゃないわけです。クビになっちゃいますから会社は。そうするとやっぱり高価なものを買うにはハイテンションになって元気になってそれを買わなきゃいけないわけです。でそういったような構造の中でこの覚醒剤っていうのは非常に日本で需要が出てきてしまったんですね。で、じゃあこの覚醒剤っていうのはどこの国から来てるのかと言いますと、これがですね、北の国なんですね、はい。結局この北の国がですね、ある一説によりますと、もうそもそもちゃんとした工場がありまして、その工場の中で国ぐるみでですね、覚醒剤を作って、それは結局船であったりそういったもので、日本に運んでですね、でそれではボロ儲けしてしまうわけです。でこれじゃあ誰が儲かるのかと言いますと、当然北の国の国家政府なわけですよ、ね。でこの政府がやっぱりそのお金をどんどん持っていって、
じゃあそれを何に使ってるかというと、これがですね、核開発という形で、まあ、お金を使われていて、うん、でそれが今世界を揺るがしているそのニュースになってるんだという説があるわけですね。ほう、別に騒動の直前に取材してるんです。そうです、はい、あの死者の舞台挨拶の前で。そうです、はあはあ、すごかったんですよ。もともと噂は聞いてたんですよね。どんな噂を、まあ、取材嫌いで、はい、インタビューの時には大変なことがよく起きる、はい、まあ、噂で聞いた話だと、はい、ある人が取材に行って、はい、まあ、機嫌悪いの分かってたから、はい、ちょうどその時あの彼女 CD 出して、はい、それがヒットチャートで結構上行ったんで、はい、1位でしたよね。そうです、そこからまずつかみに、うんうん、で行けば大丈夫だと思って、はい、ご機嫌を伺って、そうです、そうです、まずあのね CD1 位おめでとうございますって言ったら、はいはい、こういうかのまま映画の話と関係ない、映画の宣伝なのに関係ないよってアピールまずされる。それやられたら完全に頭真っ白になるじゃないですか、インタビュアーなんで。まさかの返しですもんね。そうです、そうです。だからそういう話聞いてて会いたいと思ったんですよ、はい、逆に面白いと、面白い、はい、で噂通りの人だなと思ったのが、僕はあのその時ラジオの生放送あったんで、はいはい、遅刻できないからってことで午前中に取材頼んだんですよ、はいはい、そしたらまあ彼女が1時間ぐらい遅れまして、はい、で遅れてスタジオ入ってくるじゃないですか、はい、無言ですね、はい、まあ、先にやったのがマネージャーさんがちょうどステレオに彼女の iPod つないでたんですよ、うん、そこにまっすぐ向かってってブラックミュージックをフルボリュームにするっていう、でカメラマンさんが撮影しようと思ったんですけど、そこでもう飲まれきっちゃってもうポーズも頼めないんですよ、うん、で彼女はあの清純な女子大生役だったんです、映画で、はい、なのに巨大な女優帽みたいなの被ってきて、この写真撮ってる時ってのが要するに、まあ、基本ずっとこのポーズなんですよ、こんな感じで、はい、女優帽もかぶってますもんね、ずっとこんな感じ で、はい、でなもうしょうがないからカメラマンさんは自分で近寄ったりとか離れてなるほどするしかないんですよ、はい、っていう感じだったんですけど、でもまあ分かるんですよね、うん、彼女がなんでそうなのかっていうのも、はい、インタビュー本当好きじゃない人なんですよ、うん、何年ちょっと諸事情でその時彼女の中でも本当記録的なインタビュー100本ぐらい受けたんですよね、はい、映画で。そうです、で当然同じ話も何度も聞かれると、でそれがまああの事件につながるわけですよ。あ、100本のインタビューの疲れであったりとか。そうですね、でまた同じ質問も多いし、でなおかつ僕の撮影の時もそうですけど、まあ映画の時も必ず彼女はやっぱ現場の空気を作る、あの若いしで飲まれちゃいけないっていうのがあると思うんですよ。なるほど、だから誰がこの場で一番偉いのかをはっきりさせるっていう、それを多分撮影の時もフルボリュームにしてこれで負けましたって感じさせるっていう、女性じゃないけども、やっぱこう力関係が若いし、ですよね。コバはパッチギでね、沢尻さん共演してますけど、はい、まあでもあの当時から結構あのなんていうんですかね、独特の空気を出すというか、撮影現場ではあの僕が日本の高校の番長みたいな、はいはいはい、でまあ朝鮮高校の、はい、構想するっていうんですけど、まあこの絡みのシーンが多いで、いつもその両方の高校のメンバー、高校生メンバーでいつも集まってワイワイ、はいはいはい、合間とかまあジュース飲んだりタバコ吸ったりしながら男ばっかりで遊んだりしてたんですけど、まあ僕がいつもですね、あのまあ昨日行った一人での遊びの方法を言うてですね、昨日はこんなやり方したよお前らもやってみろよみたいなってみんなが笑ってくれるみたいな、それほんまの高校生なんだけど、まあ、だから役作りの一環ですよね、はい、なるほど、お前ら一回あの布団一個犠牲にしてみみたいな、そういう話したりしてやってたら、いつもこの沢尻エリカがですね不機嫌そうに立ち上がって、はい、てめえらガキみてえな話してんじゃねえよという空気をビンビン出して、はい、僕を睨みつけるっていう、はい、しかもここで考えられないあの不思議な現象が起こったんですけど、はい、その沢尻がそんなガキみたいな話してんじゃねえよと僕を睨みつけた瞬間、はい、なぜか僕の股間がビンビンに吹き上がる。え？どういうこと？何やってんの？沢尻さん何にもしてないから。そんな裏エピソードもあれへんやないか。よかったやりすぎ工事まだね来ていただいたりです、ね。ほんまやわ、真相聞こうや。自分無神経やからガンガン聞けるやろ。みんなとやったら全然聞けますよ。あれどうだったんですか？皆さん覚えてらっしゃいますかね、東南アジアの、まあ、某国でものすごい大きな地震があって、はい、津波が起きましたね。あ、まあ、その数年後にはですね、ある国にそのサイクロンが襲ったりして、でこういう実は自然災害に、ね、黒幕がいると、つまりこれ人為的に起こされたって話、この黒幕が誰かというと実はアメリカなんですね。でアメリカはですね、実はもう60年代ぐらいからその気象をコントロールするっていうのを軍事的に研究をずっとしてたんですよ、はい、で実はですね1970年代にはですね、アメリカと旧ソビエト連邦は火山ですね、
あるいは地震、こういうものを人為的にコントロールするのはやめようっていう条約まで実は結んでるんですよ、軍と軍が。でこれがですね、1990年代からソビエト連邦が崩壊したことによって、うん、アメリカが一方的にその技術をどん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 進歩させていったんですね、うん、でこれがですね、ハープと言われてまして、高周波活性オーロラ調査プログラムと実は言われてるんですよ、うん、アメリカの政府が言うにはオーロラとかあるいはそのいろんな気象状況を観測してるんだと、うん、そういうシステムなんだと言っているんですが、実はこのハープというシステムはですね、3ギガワットって言いますから30億ワット、家庭用の電子レンジがだいたい600ワットですよね、うん、ドライヤーが1000ワットぐらい、30億ワットっていうからものすごいエネルギーなわけですよ。それを放出する能力を持ってるんですね。でこのハープというのがですね、はい、何をしてるかっていうと、ちょっとごめんなさいね、荒っぽいですけど、これ地球があって電離層ってありますよね、はい、そうすると、まあ、例えばここにハープがあるとしたら、はい、このハープから、まあ、その角度によってじゃあここに当てようとか、ここに当てようとかできるわけですよ。それをすることによってどうなるんですか。まず地震が起きましたね、で津波が起こった、はい、あの時実はですね、アメリカがイラク戦争を始めたばっかりだったんですよ、はい、で実はその津波の被害を受けた同国はですね、はい、イラク戦争に参加することを拒否したんです。その1ヶ月後に地震と津波が起きてるんですね。で不思議なことにですね、この津波が起こる1週間も前にアメリカ軍はインド洋にあるディエゴ・ガルシア島のアメリカ軍の基地に津波が来るから警戒しろって言ってるんですよ。つまりアメリカ軍は津波が起こる1週間前に周辺の国にある米軍基地には津波の警戒警報を出してるんですよ。で実はですね、これハープってのはもっと恐ろしいのがですね、うん、人間の精神をコントロールすることもできるんですよ。例えばある国と戦争しようとした場合に、はい、その国に直接的に攻撃をすることによってそこの国の国民の戦闘意識を鈍らせることができる。そういうことにも使われると言われてます、ね、電磁波、ええ、だからアメリカ政府は今後戦わずして勝つっていう一つのその手段武器としてこのハープというものを今研究して実際に使ってると使ってると、ええ、それがその実例が地震津波でサイクロンだったというふうに思います。だから今後もしも日本が反米的な方にもしも触れたようなことがあったら日本も何がしかの攻撃を受けるかもしれないと、説得力ありすぎてテンション下がってもうた。まあ、今のこの社会、まあ、日本の文化っていうのは、はい、まあ、メディアが作り上げていると言っても過言ではないですよね。バレンタインデーっていうのも企業が、スイーツメーカーが、はい、お菓子を売るために作り上げたイベントで、はい、で皆さん今普通に1日3食ってありますよね、うん、これを誰が一般的に伝えたか。体にはいかないやろ1日3食食べたら。いやそこは裏があるわけです。なーにまたやっちまったなしかないすでにな1日3食ね、1日3食で体にええからちゃうんか。いや違うんです、それは後から乗っかってくるんです、はい、本来人間っていうのは大体1日2食だったんです、はい、でまあ1900年代初頭の頃なんか特にまあ食料が今ほどこの裕福じゃないですから1日2食なんですけど、そこを1日3食っていうのを一般的にしたのはトーマス・エジソンなんです。え、なんで？トーマス・エジソンがマスコミを前にして質問されるんです、はい、どうやったらそのエジソンみたいな感じで発明、はい、頭が良くなるんですかっていう質問に対して1日3食欠かさず食べることだと。それは言ったんだ、はい、なんで言うんだ。そこにエジソンの策略があるんです。何策略なんです。なーにやっちまってますよ。そうですやっちまってますよ。その時にエジソンは実はトースターを発明してるんです。あ、それを売るためか。それを売るためにあの自分の製品を売るために。そうなんです。ただそのトースターっていうのはその発売当初他の電化製品、はい、電灯とかラジオに比べてめちゃくちゃ電力のコストがすごいかかる、はい、贅沢品や。贅沢品なんです。なんでエジソンはそのトースターをどうしても世に広めたかった。それは自分が経営する電力会社の電気を売るためなんですよ。売り上げを伸ばすためにちょっとね、今まで誤解があると思う。誤解が来ました。ちょっとおじさん
王女伝説なんか痛いですから、王女ですけど、はい、喋りたいで、ね、さあさあさあ彼の決め文句があって、それが飯の種になってますので。何ですか？信じるか信じないかはあなた次第です。3食が体にいいっていうのは嘘じゃないですよね。そのバランスよく食べるっていうので、まあ、まとまっちゃうこと。今までずっと2食やってんけど、そのまあ電気も売れなあかんから、3食がちょっと分かったやな。古いあれで言うとうなぎだね、土曜の丑の日は。ああ、そうだ、平和芸人が考えたって言います。知り合いのうなぎ屋の人が、うなぎが売れないと、売れへんって悩むんですよ。元祖だから広告代理店ですね。そうそう、その、コピーライターみたいな。あれでも何も意味ないんですよね。土曜の丑の日ってうなぎ屋にとにかくその看板飾っとけっつって、うん、でうなぎ屋の前通るじゃないですか、あれ土曜の丑の日ってなるんですよ。うなぎ屋で町中で噂になるんですって、土曜の丑の日ってうなぎ屋になんか書いてあったぞって言って、そしたら実際土曜の丑の日になったらうなぎ屋に行列ができて、次の年からもうそれが定着。土曜の丑の日で売れずには何の意味もない。何にもなくて、いやいや、一応ね、土曜の丑の日に、はい、うのつくもので黒いものを食べるといいという民間伝承があるんだ。なんでそんな民間伝承してまんの。あと、なんかサンタクロースってみんなのイメージの中で赤と白の服を着てるイメージがあるじゃないですか。でも本当は昔いろんな色を着てたらしいんですよ。けどコカ・コーラが宣伝のために、そう、自分たちのまあイメージカラーというか、コカ・コーラのポスターにサンタクロースの格好を赤と白の今のあれにしてる。コーラのあの字が白と赤やから、で白と赤を見るとなんとなくコーラが飲みたいと思ったりとか。そんなこと言ったらピーターパンのあのグリーンやから。え、何何なの？あの原作の絵本パッて見たら木の葉みたいなこうやって体につけてるだけやったもん。あれ変態少年ですよ。